シューリンガンとともに。シューリンガンってなんだっけ、なんかさ、あれだよな、五光の擦り切れのシューリンガンの意味俺わかんなくて、なんか調べたんだけど、シューリンガンってなんだっけ、あ、違う、これがシュ、大丈夫、あのね、お前ひどい、ま、いやでもなんえ、そんなことあって俺でもかん、これ一発で一瞬で入ったのに、そんなことあ、めっちゃ簡単だじゃん、これ落ちてるだけじゃないか、待ってるだけだ、嘘でしょ、ちょっとで、また四角、あ、まあやっぱそうだよな、やりませんか、これ積んでると思ってやがる、積んでんじゃねえか、なんで積んでんの、ちょっと待って、なんで積んでんの、嘘でしょ積んで、え、これ何、俺のせいなのかね、やり直す、じゃあやり直して、多分最初の一発しかチャンスがないんかな、だとしたらやばいぞ、すぐに土管に一発ですぐに入って、かつ全部避けなきゃ、まあよけたわけ、余裕、3位だけど、これやだな、仲間が、あー、よっしゃ、右歩くだけ、いやこれ多分全自動的なやつだと思うんだけど、でも歩いてたらね、多分あのこいつに負けちゃうから走ります、ごめん、あの、あ歩こうかな、歩くわ、あ、いや歩かない、ほうがいい、あ、どうしよう、歩く、おお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 おファインドザーコイン。コインを見つけろ。はい、わかりました。10コイン。10コイン1枚で書いてあるから、なんかみんなのバトルを起こす4つのレーンがあるコースかと思いきや、やっぱ普通にちゃんと、待って、ちょっと60秒しかないから、ちょっとこれは違うじゃん。これは違う。そこ、いや、いっぱいあるんじゃねえか。ま、見つけろとかじゃなくて、ちょっと待って、ドキドキって、じゃあ、お前その勝ち確じゃねえ、勝ち確じゃねえ、ありがとう。ボスファイトチャレンジ5。ボスチャレンジとか書いてあるから、なんかボスを倒してからゴールとか、そういうボスが倒すのが条件かと思いきや、ボム兵士かよ。ボム兵士しかも37体。どういうことですかこれ。果たして右もあるけど、これ。何これ、これちょっと帰った方がいいかもね。これ、ちょっと一回、ちょっと、まだ、ちょっとこっち見ていい。なるほど、うーわ、これちょっと、これもうね、戻れないし、多分すぐに37体溜まるから、ちょっと待つわ、これ。あいつら何やってんの、早く来いや。多分あっちの世界で二人で争ってんだろうな。持ってるな、ピンク。いやー、ルイージ渡さん、ルイージ渡さん、ルイージ渡さん、でも、俺なんで一瞬取って、ちょ、あげろ、あげろ、それだけよ、やり直すあれがわかんない。やり直すだけダメらしい。さすが、適当部適当だわ。でもなんか一番に行って、なんか、ちょっと待っとくか。P なんか押しちゃったらダメっぽいから、なんか、これでいいんかな。あ、なんか入った。んこれ、待って、押すの。であ、待って、これ、実はものすごく考えられた。待て。え、これ俺もうダメってこと、ちょっと、それなくねえんだよ、つまんなすぎ、さ、ねって、適当にも、程があると思うんですけど。3度目です。もうテンションが、もう、落ちそうです。ちょっと、なんだろう、もうストレスとは違うんだよな。ストレスとは違うんだよ。なんかもう、呆れるっていうか、なんなんだろう、この感覚。ストレスとは違うんだよ。なんだろう、この感覚。で、そこは、誰も押すなよ。もう、いいわ、あげるわ、そう。はいはいはい。行こう。で、左、俺、もう、こいつら分かるよな。ちょっと、鍵取ったのお前ちゃんと、バカじゃん、そこやっありえないってこいつは。4度目の正直、もう言うことはありません。もうテンションも、疲れたわこのゲーム。疲れたわ。はい、もうどうぞ。青に譲ります。もう別に勝たなくて、てめえ。5度目です。こいつらどういう顔をしてプレイしてるのかちょっと気になるところ。行きましょう。5度目です。行きましょう。ちょっと時間も危ないところ、ちょっとみんなが協力しなきゃいけません。ちょっとお前もふざけんな。多分6度目かな。ちょっと青要注意ってことがよくわかった。さっきの5度目は無駄ではなかった。青が要注意ってことがわかった。素晴らしい。ちゃんと意味のある5度目だった。今までの3回目、4回目とは比べならないほど慎重。あ、いたいたいた。
2周目して、なんかやっといけたわ。ちょ、お前みんなでやり直しませんか？ちょっと消したいな、邪魔だな。ちょ、わかるよな、わかるよね、お前どこ開けるか、ちゃんと、違うじゃん、早くやり直せ、真ん中だ、真ん中、やっと活路が見えた、次行ける、次行ける、行くぞ、7度目、7度目だ、ここで忘れる、7度目、行くぞ、お前ら、もう誰でもいい、ゴールしよう、誰もゴール、ゴールしよう、これゴール、誰かゴールすることが、この、後世の、一番の復讐、一番の復讐だ、もう協力しようぜ、てぇー、なんでだよ、なんで、8度目です、残り18秒、ちょっと、わかりません、わかり、もう、行けるところまで行こう、とりあえず、あそこの鍵だけは絶対開ける、ちょ、お前らマジやめろ、もう、マジ、いい、お前が1位でもいいんだよ、お前ら、こう譲ろうか、どっちでもいい。ただ、ゴールはしようぜ、ルイージ頑張ろう、ルイージだけは唯一ずっと俺たちに戦ってるんだ、行こう、やめてやめて、行こう、せめてあそこの先に何があるか、先に何があるか見てみたい、見せてくれ、なんだよこれ。敵第一超層圏マイファーストベリーハードグラフ、全くどういうコースかわからないんで、この1画面見て判断しようと思ったんだけど、1画面でやっとわかった、バネに乗って左か、これ無理だ、違う、これすぐに死んで、うわお前の邪魔くせえ、これ一回死んで無敵時間で行くのがいいんだけど、ただこいつはもう行っちゃうから、3番でとりあえず3番で、なんなんだ、なんなんだ、3番です、あーこれもなん、うーん、いい、勝てルイジです、もう邪魔くせえこいつさん、一回さわざと死んで1番に行くっていうのもありかな、ちょっとマリオが下手すぎる、いやごめん、私のは死んで、いやこれ変わんねえか、あんまり、やつごめん、次行くわ、ちょっと普通に行くわ、なんかもうすぐに終わるかと思ったら、なんか白熱するぞ、3番です、まあマリオは死ぬんで、来た、いい、勝て、いけんのかな、邪魔、もうピンって、一回待った方がいいかも、これ一回待って、いやピンが気持ち悪いこいつ、いやさっき来たって、マジでいけたの、うん、ちょっとじゃピン、さっきかこいつ、ごめん、一回待つ、ね、これダメだ、ピンクが、タイミングが良すぎる、俺の邪魔をするタイミング良すぎるね、こいつ。ただこれね、次行かれたらと思うと、ごめん、まだ行けないと思うから、ちょっと一回タイミング調整するわ、ごめん、ちょっと一回、ここで生存します、生存して。ザレース。ザのスペル違くなかった、気づいた？ザ、THA だったよ。THE だよな、いや、俺もなんか曖昧だからちょっとやめとくわ、マジミスったら恥ずかしい、間違えたら恥ずかしい、3位、そんなことはどうでもいいんだ、もうザでもで、そんなんさ、待って違う、ドッスンが来たから多分下を誰かが起動するから、まあこれは誰もやらないと思うから、これはもうドッスンを待つしかないのか、もうすごい、なんなんだこれ、上までちゃんとあるよね、上までちゃんとあるから、ワンチャン、いや待ってワンチャン上からちょっととんでもなくかっこいい、いや今だ、いやちょっと俺は諦めない、ちょっと誰もスイッチ押すな、俺はこっちが行く、おい危ねえ、ちょっと行かせんな、いやこれちょっと待って、ドスも来ねえし、なるほどは何、まさかこいつ刺したのか、俺の行動から上が空いてるってこと、なるほどって刺したのか、やばい、バレちゃう、俺の行動からバレちゃう、上空いてんだとバレちゃう、バレだライドザスワンプ、スワンプに乗れ、スワンプの意味が分かんなかったら今日勉強になったね、ライドスワンプ、多分このドッスンの意味スワンプって、なるほど、はぁー、そういう意味だね、これってどうする、ドッスンで戻ってくる、これ大体戻ってこないんだよ、いやマジ、いやそれちょっと、まあでも仕方ない、後悔しようしてるしかない、やり直す、これさやり直す方が早くないですか、どうだろう、さ一個思いついたこと言っていい、誰かがドッスに乗ってスパパパパンってやるじゃん、あごめんスタートがやり直すにやったんだ、誰かがスパパパンってやるじゃん、で上にブロックがどんどん出てくるわけだよ、上に乗るのどう、そのさドッスを奪い合うよりも効率というか、安全だと思うんだよな。それで、最後に右に思いっきりジャンプすれば、変わんないか、どっちの方がいいだって、なんで君らやり直さないの、間を繋いでたの分かる、マリオ兄弟だ。ちょっと、そうやって、マリオはまだ、諦めない気持ちがあるだけで、まだいいです。ルイージはよく分からない。え？届く！ちょっと待って！
俺、足りた？思いっきりジャンプし、誰かを、待って、ここで、違う、やり直すを回避したい。ちょっと、ここで誰かを、思いっきり、いい感じで、え、ダメだ、勝つことあんねえわ。ちょ、待ってね、ちょ、待ってね、ごめん。ごめん、やり直すして、やり直すの、やり直すで、やり直させました。で、とりあえずは、あ、でもルイージがあっち行ったら、多分ね、ルイージが多分俺のこと嫌いだと思うんだよ。まあ、それはいいこと、ルイージが多分俺のこと嫌いだから、こっち来い、こっち来い、こっち来い。嫌われて、こっちにおびき寄せて、で、そいつを踏んで、行く、という感じ。なんかみんな俺を殺しがたがってんだよ。なんなの、マジで。ちょっとなんか、マジ、いけそうだ。これいけたらガチ褒めて。俺行くわ、マジで。行くわ、マジで。ちょ、マジで行くわ。ちょ、俺マジで行くわ、ちょっと。大丈夫、これガチでいけるわ。こいつはやり直す気ないから、もうそれしかない。ドスでやりたかったけど、もう多分無理だから、自分で言っちゃう。ルイージが気持ち悪いから、あそこにずっといるから。俺そんな嫌われたらめっちゃ投げられるんだよな。でもうちょい右、もうちょい右、もうちょい右、こいつ、もうバカだ、ね、もう、殺すことしか頭にないから、この先すぐにゴールが繋がってるってこと分かってない。で、マリオがもう分かってるはずなのに、やんないってことはどうなんだろう。それが一番賢明なのかもしれないね。一番賢いのかも。だって、お、待って、それ取れちゃうね、それ。大丈夫、取らない。それがね、よくってことで。どうなんだろうな、これ。なんか俺、毎回殺されるから、ちょっとストレス溜まってんの、実は。聞いてないアピールしてるけど、全然ストレス溜まってるからね。ちょっと行くわ、頑張っていくわ。いっぱいいるから、ちょっと、これ、踏んで、行けばいいんだけど、ちょっと来いよ、ルイージ。俺殺したいんだろ、来いよ。これ、来いよ、ガチで。あ、ダメだ、仲良くなってる。これ一番良くない。これ一番良くないんだよ。ちょっと、一回殺して、ヘイト集めてよ。もう、死にしてんだから。待って、お前さ、何してんの、マジで。あ、なに、俺を連れて、そうならそうと言ってくれでさ、なんなの、マリオと青がなんか慣れ合ってる、よくない。で、ルッスンが、怪物来て、意味わかんない。ちょ、おい！わかるでしょ？もう、散々やってるよね。ルイージは分かってないと思う。ただ、もう、いいよな。いけるんだって、頑張れば。多分いけると思うんで、一番いいタイミングで行けば。なんで、残り145秒、お前そこで過ごすな。こっち来いよ。待って、おい！時計よ、バカ、時計よ！ジャングルウィズツーシェルズトレーニング。やっぱりなんかこのコース作る人ってなんかジャングルを押すんだよね。でもジャングルじゃないんだけど、嘘つかれたんですけど、待ってこれ完全に一人用コースじゃない。お前らの道作っちゃった、ふざけんな。いや、お前も作れよ。どけよ、お前。俺が作った道なんですけど、そこどいてください。そこどいてくる。はぁ、なんだあいつ。俺が作った道なんだけど。そう、作れ。おや、これ、クズがいる。あいつ、人が作った道にしか行かない。ちょっと、お前、次はお前の番で。え、ルイージ、マジで。いいって作んなよ。あいつがゴールするのはマジで納得いかないから、これだったらタイムアップでいいや。タイムアップで。行かなくていいって、お前。なんて優しい奴なんだ！おい、ちょっと、で、ダメだ、あいつ、俺が止めるべきか。ちょ、ルイージなんでこんなお前優しいの。ダメだよ、ルイージ、お前が勝てなくなっちゃう。いや、責任持って俺がこいつ殺す。ちょ、ピンク、マジ協力して、こいつだけだ、ダメ。ちょ、何ピンク踊ってんの。で、お前ちょっとジャンプして。スタートかやり直し。ちょ、マリオ一回ぐらい行ってくんね。ちょ、ピンクもでも何回か解放してんだ。あぶね。ピンクいたぞ。ピンクも何気解放してくれてる。あいつは、ピンクが一番意味わかんない。お、お、投げろ、バカか、てめえ投げろ、何してんだよ。え、マリオ、何んだよ、ルイージが何やってるっけ、何やってるか。で、こいつら、おかしい、一人一人みんなおかしい。いや、いいよ、じゃあ俺解放するからどいて、行くわ、行く、じゃあ俺行くわ。はい。で、いや、死んで、敵がいるけど、あいつ行くかな。あいつ勝負出た、あいつ。え、俺、マジ、勝ったら、俺、青だよね、よし。マリオはどうなんだ？なんかそのまま行って、まさか、え？そのままゴール、嘘でしょ？いや、マリオ、なんか死んだっぽいかな？死んだか先行ったか。やり直しても無理だろ。いや、もうこれ、みんなで行くしかない。バケツリレーだ。行け。このまま行くしかない。行く。誰もゴールできないよりか。いや、でも、マリオゴールできない。マジ納得できないけど、でも、できるだけ頑張ってみるわ。いや、あと20秒。はい。は？よっしゃ！え、なんで、なんいや、ね、緑が良さすぎて、俺ちょっと泣きそうになっちゃった今、ごめん。
101だからスタンダードコース、あそこの矢印にも従って良さそうだ。どうだろう、あそこ、右も一応見てから行きたいんだけど、はぁ、いいか。もうこれね、もう、逆転するにはここにかけるしかない。ここ、なんかすごいの、あれ。すごい、とんでもないコース。なんなら、表のコースが、なんか、なに、これ、ありがとう、すごいあれだ、ごめん。アンダーグラウンドセレクトバース。なるほど。これはちょっとマリオになったから、ちょっとこれはちょっと有利に進めて、でもなんかこういう形、よくあるこの形。多分ルイージが一番最初になってんの、これ。でも、とりあえず2番には入る。俺、うん、2番だな。なぜかこのルイージが一番、2番に来るか、どういう原理でルイージが2番に、ルイージが1番に行くかはちょっとわからないけど、これちょっと死なないようにだな。死なないように、ちょっとはい。で、クリボここにいない。まだ、で、こいつに、こいつに、あいつ何、自分で塞いで、あいつ何がしたかった。これ1番に行ってもちょっと危ねえな。これ先行って。なんだどいて、危ねえ。あいつらが作ってくれる道でなんとか差は縮めたいんだけど、ちょっと取らせてくれるのはすごい嬉しい。で、多分また、あれか、オンオフを押してくれるか。これちょっと、なんかな、やだな、こういうステージ。いや、ピンクすげえな、マジか。ピンクが多分行くんかどうなんだろう。ちょっと、俺はマジで、そんなにいいやつじゃないから、俺はちゃんと、多分ピンクは、一回死んだ俺らはもう負けなんだって。俺は、もう完全に狙いに行くわ。何も申し訳ないと思ってない、俺は。これ、本当にごめん、謝るわ。マジで俺は全然申し訳ないと、一言も、これ間に合うか？ラグ。一言も、申し訳ないと思うのが申し訳ない。おい、大丈夫、絶対、待って、あいつら4人で来たらまた、最初の、ルイージが1番に行くみたいに押されちゃって、2番のやつが1番に行くっていうやつがあるから、早く来て！早く、ピースイッチ！終わって！いや、来るなか、あいつ！いや、俺一番だけど、みんなに押されたら多分、この塩マジで謎だよ。これ、なんとか1位しゃスピン。コース名から分かってたんで、まあ、こういうコースだと分かってました。で、もうこれ多分すぐに終わるようなコースなので、投げて、スピンナイス、うわ、来た！多分これすぐ終わるコースだと思うんだよ。で、なので、で、このラグなんで、まあ、そうだね。何が起こるか分からない。多分この先にすぐ起こると思うんだけど、一応備えよう。何かあるぞ。何かあると思えば、何かあった時も、備えられる。大丈夫。何かあるぞ。待って、マジで止まれ股間だらけのコース。一回もダメージ受けないで、なるほど。一回もダメージ受けないってことは、別にアイテムとか取っても意味がないので、ちょっと先行っていいよ。ここでもみちゃん状態やってて、死ぬぐらいなら、怖い。あいつみたいになりたくない。怖い。はい。怖っ。じゃあ、行っていい。はい。はい。もうこれさ、止まらないでどんどん行った方がいいかな。どんどん行くわ。はい。で、あいつに圧かける。圧かけない。多分死なない。こいつ、うまいから圧かけるわ。はい。嘘。うわーっとね、大丈夫だよ。みんなね、ここで死ぬから絶対。僕らでも死ぬ。ここ行けないで死んでる奴がいるぐらいだから。来た。ここの、あそこのからくりを知ってるのは、マリオだけなので。こいつらは、そこの、ゴール地点にもたどり着けなかった、カスなので、絶対に、あその、罠を、突破できるはずがない！つまり、あそこまで、たどり着けば、勝てるから、邪魔しないで！ガゼン、ボス、読みたくない。これは果たして何、さ、言っていい？これ多分ね、Pスイッチのところゴールじゃ、ゴールさくない？これ、絶対そうだと思うわ。絶対そうだと思う。これ見てみ？絶対そうだと思うわ。いや、高さバッチリだったじゃん。高さバッチリ。めちゃめちゃ高さバッチリ。お前さ、あれだからね、違う。お前ら先に行かせたんだからね、ゴールを抜けかけしようとかそういうの考えてないからね、絶対俺になんか返せよ。一個取ったんかな？わかんねえ。一個取ったんかな？多分ね、ここに三つあって、で、ちょっと一回右見るか。右見といて、なるほど、わかりました。どうしようか。あいつらで心理戦してる。どっちか。取ったね。ナイスゴールキャス！マジありがとう！これが恩返しか。恩返しか、ありがとう。次は俺が返すまんだね。返してやるよ。俺がゴールで。うん。俺がゴールしてやるか。か。逃げんな。すごい執念だな。あそこまで行くんか。すごいな、あいつ。マジで好きなタイプ。もう。後先考えずにも行動するタイプ。すげえ大好き。そこにいられちゃもう何もできないんだけど。違うか。俺のために、そう、恩返しするって言ったよな。俺が来た瞬間に開けるんだろう。右ジャンプしない
まあ、あのね、条件だったらまだ結構勝てるんすよ。ただ、どけ無理、これじゃあもう無理だ。どうしよっか、じゃあ3人来てもらうのやもう無理なんすよ。どうしましょうか。あそこまだいるんだろう、どうせ。これ、でもピンクもマリオも、あの、ずーっとあそこに居座ってるわけではないから、まあ動くんすよ。人間なんすよ、まだ。まだ人間だから、信じて行ってみよう、かな。ダメだ、こいつ動かねえの。おい、おい、Pスイッチ押したんすけど、どっち。俺ね、そうだよ。だって俺だもん、Pスイッチ押したもん。忘れんなよ、ゲーム俺の味方してるわ、これで勝ってる。ああまたあるか、ちょっと。こっちね、こっちね、こっちで。たた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 、どっけ、いけねえ、こいつのせいで、いけねえ、俺の連打力が。いつもだったらもういい。やれよ、やれよ、クソ。もう、クソだよ、お前らマジで。やれよ。マリオ&ザ・テンシャンバーズ、なんだろう、いつも適当に読んでた英語なのに、なんか今回は、なんかちゃんと読もうって思っちゃった。僕の名はルイジです。で、なんだこれ。ごめん。じゃあ、ごめん。いいよいいよ、言っていいよ。もう、マリオが、死んでますね。死んでるので。ちょっとやめてね。なるほど、死ね、そう。お前もう上わかんないだろ。上わかんないから多分死ぬでしょう。で、マリオが今知ってるから、俺が今2番か。多分、青も死んでる、あいつ。死んでねえな、あいつ。ねえ、ちょっと、やめてほしいんだけど、これかわいそうだな。マリオとかすごい上にいるんだけど、もう、絶対困ってるでしょ、あいつ。ひどい。あいつが邪魔するせいで俺、ここも行けないんだけど。いいタイミング。押せ。来た。ちょっと、これ、生かしたい。ちょっと、いけるか。うわちょっと、俺を殺すことよりもさ、ちょっと、マリオを殺すか。何して、なんか、ピンクがさっきからマジで、ちょっと、生かして。ありがとう。ピンクがさっきからずっと邪魔ばっかするから、ちょっと、俺、もう、無理なんだけど、これ。ちょっと、行って。なんか降ってきた。何してんの。あ、バネで、直接行けると思ったら死んできたわ。ちょっと、生かして。ちょっと、いや、ナイス。いけた。この先多分、あれあるんかな。なんか、なんだっけ、中間が多分なきゃさ、よくマリオ、ちょ、マリオがさ、落ちてこないから、多分中間がここにあると思うから、それ多分取って、行きましょう。多分この先中間あると思う。どうだろうな。あ、お前らここにいたの？お前、何してんのこれ。積んではないよね。あ、なるほど、これ。あ、でもみんな来たから、なるほど。Pスイッチでなんかタイミング狂うんか。ちょっと、あ、いや、ごめん。普通に反射神経で。ちょ、邪魔しないで。みんなで行こう。ターン。なんタイミングずれたの。俺のタイミングずれたわけじゃないよね。ターン。なるほど。なんかあったわ、上にあったわ。ただちょっと、おい、これ、無理でしょ、これ。なにこれ。ちょっと、早すぎて。早すぎて無理だってこれ。早くなるタイミングを。ターン。ちょっとあと一個。なんで。いける。で、53秒。いける。絶対俺ならいける。ムンナユムカッコタカッコトジネサシンサムヤマティ、やめよう、もう言わない、もう無理。コース名適当だったから、めっちゃクソ適当なんだなと思ったけど、そんなすっげえ適当なの。ターン、パワーは取って、ハンマーは一応入ったけど、まあ、適当だから、もうそうやって、もうあれだよな、もうピンクみたいに右に突っ走るのが多分一番正解なんだけど、まあ、別に俺負けても勝っても別に全然嬉しくないし悔しくもないので、別にもう次の試合の準備しときます。もう仕方ないもんだってね。え、ただ何か期待しちゃう。ただ何か、ねえ
え？え？な、な、ど、ど、お、おろせ！お、おろして！ちょ、どこ連れてくんの？まさかスタート地点とか、や、ちょ、もういいんだけど、やり直すもん、一個って。ただ、なんかあるかもしれない。一応言ってくか。一度にドッカン赤パウ鉱山、赤パウ鉱山、やっぱ鉱山って言ってるからね、やっぱそうだね、ここ入るらしいっすけど、とりあえずはい、一番だよな、一番だよね。ちくしょっとね、絶対追いつける、大丈夫だ。え、うん、これきちいな、なるほど、あいつ死んでる、オッケーで、でもな、これ、うん、違う、こうやってこうじゃない、そうだよな。うわ、これちょっと時間かからない。あ、青が来る前にどんどん来てんだけど、ちょっとナイスナイスマス、ナイスマス。今協力すべき。ん、お前さ、どこ持ってくの？そ、1個しか出ないんだけど、なんてことしてくれてんの？ちょっとおい、何してんのあいつ。ちょっと消えたんだけど、死んだのか。持ってくるじゃん、あそこのパウ。ちょ、ちょ、なんすか、パウをここに置こうとしてたの。じゃあ、でも下手じゃない、へ、うん、お前、死んだ身のくせにな。そして、俺も、俺らも進めないな。ぜ、お前、右に、お前さ、そう、あの、ま、渡せ、それ。違う、その、か、壁はもう一個でいいんだよ。いや、壁は一個でいいから、ちょ、ここ、ここ、借りね、じゃあ、借りね。こっち、こっち見てくわ、こっち。全然まだあるけどな、ちょっと。そ、そ、そ、そう、いや、わかった、やりたいこと。じゃ、あの、これは絶対壊さない。俺もそっちの方が、大丈夫ね。オッケーオッケー。でも足りねえんだよな。あとちょっと、あと一個だな、どうしよっか。あと、じゃあ、こっち、あの、あ、ナイスナイス、マジで。ちょ、お前ずっと、ずっと、じゃあ、もうそこいらずっと、あいつも煽ることしか頭にねえ。ナイス、いっちゃいっちゃい、マジで、マジでいけ、マジでいけ。マジでいけ、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 マジで来た、マジでいけ、本当に、お前に感謝して、バカ。1の5、1の5、まあ、何々の何々って書いてるコースは大体スタンダードのコースが多いと思うので、1の5って書いてる、多分、なんかスタンダードはないな、なんだろう。これなんか左も、そこに一目散に入る理由はよくわからないけど、赤コインが4つって書いてるね、今見たわ。どうしよっか。結構、とりあえずここで待って、下にもあるじゃん。ここ2個見れるのめっちゃ強いね。どうしよっか。まだちょっと待って。あ、そこで取ってたむんす。いや、これじゃない、ぞー、ちょっと待って、変わってく、ちょ、誰、はい、だね、はい、だね、そんな簡単に渡しませんよ。どうしましょうか。んーとね、これむずいよな、ダンス、このダ、もうデコボコ道だし、うわ、いつも、あいつ上から来るから、ちょっとここら辺のいい位置をね、いい前を開けといて、どうしましょうか。んー、これむずくねえ。で、お前 P スイッチ持ってんの、なんかだるいな、なんか。どうする、多分ね、これで終わりだと思うんだよな。どうしよっか。なんか、奪いに行くのも絶対違うと思うんで、ここはジャンプでいけない。ん？ P スイッチで降りてきたか。うん、どうする。あそこにさ、ピンクが、あ、来たな。ちゃんと動く系の人間、あそこにずーっと居座るやつもいるんで。サンキュー、マジサンキュー、ごめんな、マジありがとう。絶対、ただ、ただちょうだい、ただちょうだい。マジ助かったな、マジありがとう。誰だったっけ、え、今日の MVP は、ピンクとマリオ、どっちだったの、ピンかな、なんかどっちかが邪魔してくれた。マジサンキュー、ありがとう。ただ勝つの僕なんで、渡せ。さすがに渡せ、渡せ、渡せ。長いんだよ、お前は毎回。ちょ、ルイージやだね、こいつ、こいつ、長えからやだな。ちょ、さすがに、渡しなさい、渡しなさい。うまっ！おい、たサンキュー。ダヘアトラ。いかに落ち着けるかが大事。スイッチの中で1の1、1の1インスイッチ。1の1がスイッチでできる。なるほど。どういうことだ？なるほど。スイッチの中で、あいつ上を。はぁ！なるほど！なんかやったことあるような気がするけど、結構これ有名なコースよね。てか、これさ、あれじゃね、さ、生きてる意味がないんだけど、俺の生きる気力がないんだけど、どうせ、青が帰ってくるだろう。もう、意欲がなくなるんだけど、何のために俺頑張ってるんだってなっちゃう。で、待って、これ、あれか、この崖もあれか、ちゃんと、ね、再現してるんか。あ、危ねえな、これ、危ねえから、あそこに、
マジで欲しかった。マジか。でもそんな死ぬようなところで、あいつ何回死ぬんだ。鍵が僕の。ちょ、じゃあもう入りてえわ。入りたい。入りたい。ちょ、あれ来るから。ちょ、あれ来るから。ちょ、なんで。いやー、入れたけど、一のじゃまだ終わらないよね。1の1のどこだ、これ、ここなあったっけ。で、待って、スイッチ、あ、なるほど、これは P スイッチか、P スイッチが入った瞬間、やりたいから、ちょっと多少強引だけど、あそこに這いつくばってダメージかくまでも、ちょっとあっちに、ちょっとこれ危ない、足するんじゃない、足するよね。で、こっちにすぐには戻れないから、まあ、死んでこっちに戻れるけど、結構時間かかる。生きよう。こんなに生きようと思ったことない。最初絶対生きなくてもいいやとか思ったら、なんだ、お前ら生きる。何のために俺今頑張ってんだ。このためだ、このために頑張ってた。え、まだある。ちょっと、何のために、このためなんだ。このために頑張って、頑張ってきてよかった、本当によかった。中間無線取ってよかった。生きててよかった。5の1。多分スタンダードなコースか、スタンダードなコースだから、ここさ、死ぬかもしれない。お前らの壁が乗り越えらんねえ。やめて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 、何がしたかったの。20秒しかないじゃん。落ち着ければ絶対勝てるから大丈夫。俺うまいぞ。うまい、うまいから大丈夫。残り10秒大丈夫。時間はたっぷりある。なんだそれ。ねえ、終わらせて。早く終わらせて。もう無理。倒して。このコインの軌道に乗っていったんだけど、待って。いや、もう行くしかねえ。05ってあるから、なんか5が意味あるのかなって思って、5個コインを集めろみたいな、そういうのがあるかと思ったら、そういうのもないってことは、これもう適当コースなんで、これ負けても仕方ない。これなんだこれ。あ、ダッシュすればいけない。ごめん、これはいけないと思ったら、これ、ダッシュすればいけない。でも、ここでなんかみんなリスタートいかな、この、リセットしたから、あ、ありがとう。で、待って、押したらどういうことか、どうなるか分かってんのか、押すのよ、マジ。あ、ありがとう。あ、まだに、人の知っての心がある。これ下か？どここれ？こっちにあるね。右か。ああ、右か。で、そんなオートスクロールの差もそんなに、みんな同時に死んだから、そんなにオートスクロールの差がないから、別に大丈夫だ。うわ、それさ、マリオ全然来ないじゃん。まあ、そこはいいわ。ナイス、それはナイス。俺は、直接人、でも手を汚さないで、見てるだけだ。まさか、そのままこう。ああ、え、待って、待って、え、待って、キノコのままゴールって書いてたじゃん。キノコなかったよね。だから、あいつらまだゴール、できてないじゃん。は？キノコ。どこあった？え、これちょっと上行ってみる。これ上行ってみるか。え、キノコのままゴールってやん。え、ちょっと待って。俺の、え、これ。やっぱ、あいつ死んでるよね。やっぱ、え、来んなよ。真似しないで。来んなよ、お前。ねえ、真似されたけど、俺がこの、前には絶対来れないから落とす。多分、あそこがあれだろ、お前らの一番前に行けるところだろ。え、落ちちゃったんだけど。落ちちゃったんだけど。いや、あいつらが出してくれる。ナイス！ナイス！で、行け！落ちて！よっしゃ、完璧。バーサスとハリゲーバトコ。ハリゲーバトコ、どう、あれなんかね、イライラ棒みたいな、ああいう感じなのかな、どうなんだろう。ちょ、マリオ何して、大丈夫、ちゃんとマリオ、よし、ちゃんと。僕の名は青です、お願いします。行こう、頑張ろう。は、多分、ハリゲーっていうか、多分ね、イライラ棒とかそういう感じだと、あ、違う。待って、俺が青だよね。あ、俺青です。これ泳ぐ方が一番早い。俺下の方ね。あぶね。泳いでる方が早いから、できるだけ。で、多分、アイテム結構支給されてるから、そんな、一回ダメージ食らっても全然大丈夫だと思う。でも、そっか、一回ダメージ食らうと、あそこのアイテムで、一回、一時停止しなきゃいけないから、それはその、てか待って、俺、なんか、早くね？俺、なんか、うまいよね？仕方ない。そう。これは、これが許して、1位になるから、本当に許して。そう、ここのロスがあるんだよね。それに、ダメージ食らった時、一回、止まるか、そのロスもあるわけだ。うわ、これ面白いコースだね、これ。いや、これもう無敵時間で行った方が早い説提唱していい、俺。これもうよくね、これ。こっちの方がなんか早い気がするんだけど。いや、行っちゃうわ、これも。いや、待って、でもこれがすぐに終わると限らない。ちょ、あ、大丈夫、終わる。で、そこで摂取して。だいぶ、1番だから。で、マリオがずっといたけど、全然後ろなら。いや、待って、死ぬ。次、死ぬんじゃん。ま、やば、まんじゃ死ぬ。大丈夫。いけ、危ねえ！終わり、絶対終わり、これ、命かけろ、しとりあえず2で。何が必要か、これはなんかピン、緑っすよね。絶対緑がバカ強いと思うんで。とって、ない！まあいいや、じゃあ、わーか！お前でいい、お前でいい。お前でいい。俺も、部活やってた時代、お前は使えないと、何回も言われてきました。お前も同じなんだろう？
バリ使える、ちょっと、でもちょっと怖い、ごめん、やっぱいいや、ごめんね、ほんとにごめん、お前その気持ち俺が一番分かってんだけど、やっぱ緑でよかった、誰か来た時に鍵も奪えるし、これ誰が持ってんの分かんないけど、どっちが持っててもいいようにすぐに倒すと、すぐにポン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 で、ブンブン先に倒せるかな、トントントン、ちょっと最後よって、赤いの全然こっちだよ、もうヨッシーのおかげ、この緑のヨッシーのおかげで勝ってるわ、こっちが表のコースだっけ、裏のコースどっちか分かんないけど、勝ち3ジャンプズビットイン2スパイクシャープウェルス、あこれね、ごめん、すぐ死ぬわ、すぐ死んで、いやそうだよ、やっぱルイージ賢い、そうだ、針に当たらないんじゃなくてスターとかやり直せばよかった、でもこれうめぇ、あーやめぇ、お死ぬ、まだ、あーくっそー、いやこれむずい、いや誰もいけないぞ、これ誰もいけないぞ、これどう、これダメ、マジで、いや無理だよな、今行けてなかったらどうすりゃいいんだよ、ちょ何お前のモンバーしてんの、ちょやめてタイミング見計らってんのなんもう、いやむずいよね、頑張るいや無理かい、これ何違う道があるとか、いや違うよね、これ頑張れば多分行けると思うんだけど、数こなすしかないよ、俺ちょもう分かんないから、小技とかあるのこれ、よしまだで、ピンクがどうやって行ったかっていうと、すぐ行ったんだよ、あいつ。すぐ行けば、行けるぞ、これ。すぐ、違う、そういうんじゃないんだよ。すぐ行く。うまーくブレーキして。やばい、いや、ルイージ行った、行けるか、あいつ。でも、ルイージのこと考えても、もう仕方ないから、ちょっと、自分のことで考えろ。いや、あいつ、すごい位置。いや、これダメだ、さっきやりまして。あ、めっちゃ微調整してる。あそこにかけてるんだ、もう、その一発にかけてるんだと思う。いや、行くか、あいつ。いや、これ、行け、ここ下手になっちゃった。いや、俺、無理だと思う。絶対、あんなに微調整して無理なんだよ。あこれ、いけると思う。これ、もう、かけるわ、全部。もう、俺、これ以上いける気ないから。いや、いけんだろ、これ。もう少し左、いや、これ、わかんねえ。行くわ、死だ、もう、行くわ。ほい、ずーおい、絶対か、おい、隠しボックなきゃ無理。ないの、マジで。あ、待って、もう一人、勇者がいた。もう、頑張れ。もう、あげるわ。誰かゴールして。頑張れ。ちょ、これ無理だ。ちょ、あ、マジ、応援してる。俺、無理だ、マジ、もう。頑張ってくださいみたいなのあるかな、頑張ってくださいみたいな、いやないか、俺ちょっとそれ設定しない、頑張りましょうって煽りだから、俺煽りとかそういう変なことしないから、絶対そういうチャット入れてなかったんだ、そういえば行って、ちょ俺も行くわ、応援に向かう、ちょ頑張ってめっちゃ微調整してる、もうあいつあれに全部かけてんだろうな、頑張れ、いけ、もう少し右じゃね、頑張れ、マジ頑張れ、これ真ん中じゃ、これ真ん中じゃなかった、なんだよ、もうこれ全部かけるわ、残り45秒いやこれいいよね、これいいか、もういや、もう少しだけ、これいいか、もうピラミッドプラットフォーミング、何やら難しそうなコース、あそこの針がねえ、あれいい味出してるよね、ただなんとかこいつらに遅れることなく行けたんだけど、ピラミッドなんとか行けたけど、ちょっとこいつ大丈夫、くそ、行けたな、何やって、大丈夫、おそらく右、なんじゃこれ、待って、何これ、違くない、なアオリフトがなきゃ絶対ダメだから、アオリフトが来るまでとりあえず待つを待って、右、どけ、あっち行け、ナイスナイス、大丈夫、
次に中間が絶対あるから、それまで我慢だ。ラグあるけど、我慢だ。大丈夫。大丈夫だから。大丈夫。こんなラグだ。負けても誰も。いや、どうするべき？どう、行くべきかこれ。いや、誰か、ワンちゃん。いや、今の押す。いや、違う。あいつ来てない。いや、これ、押して、押して、すぐに戻ろう。トン、やめて、やめて、ねえ、本当に。来て、なあ、よっしゃ。開けずに忍者ウェイ、ワイパン。10コインを1枚。何かと10コインとか50コインとかは、なんかみんなでバトル用のやつに使われることが多いんだけど、今回みんなでバトル用じゃない。僕らは3位です。僕らは3位です。左！なんこのコースは、これを戻れと、そういうこと。ああ、そういうことしちゃうんだ。じゃあ、どうすんのこれ。じゃあ、無理じゃねえかよ。だって、オンオフついても関係ないもんね。もう、押せないよね。左の、お。押せるんだわ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。すぐ、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 積むことは絶対ないよね。右行こう、右行こう。で、誰だ、先行ったの誰だっけ、青ってのは多分青だった気がする。俺の記憶を掘り返すに多分青だった気がするんだけど、青がまだいるわ。あっ、くそ、こいつ邪魔そうだ。邪魔できるわ、こいつ。うっざ。うざ今の。うーだ、分かった。じゃあ、これクソ面白いことだ。じゃあ、青を存分に邪魔しましょうか。違う、青もう死んだんか。邪魔されて死んだんか。じゃあ、俺らがやる。これさ、すごい面白いことだね、これ。これみんなでバトル史上一番面白いかもしれない。これクソ面白いわ。いや、本当に面白い、これ。ナイス、ナイス。で、お前になるのか、お前になるのか。まあ、次、こいつを殺せば、俺に、あれが回ってくるんで、まあ、とりあえず。そう、これ本当にマリオパーティーとか、これマジでなんか、本家とかに使った、この人天才だね。これなんかこの人なんかフォローするわ、なんか。すげえ面白いと思う。天才だ、これ。頑張れ。右行け、バカ野郎。で、まあ、めちゃくちゃ長かったから。あー、なるほど。これで、圧死させろと。なるほど。違うか。なるほど。それで下に行くね。じゃ、今関係ない。なんだ、あ、じゃあ、お前そこね、そう、あ、ごめん、そういうこと。なるほど。頼むぜ。マジ頼むぞ。そこで時間稼ぐのが一番キモいからやめてくれ。頼んだ。これむずいわ、これ。頼んだ。ナイス。次俺の番だ。じゃあ邪魔してみろ。お前のも無理だから次。これ本当に面白い、これ。はい。なんで？おかしい。せめて殺し屋さんか。でも、ちょっとここから待ってるか。じゃあ、スタとかやり直したら俺が、ちょ、お前、行けよ、右行けよ。何やってんの？右行け。次俺だから、次俺になっちゃうから、どうせ、次俺、殺しに行け。でもそうだね、右に行ったら俺が3番目になっちゃうから、違う、スタとかやり直したら、その考えたんだけど、スタとかやり直したら、俺が3番目になっちゃって、さっき、またここに入るんだから、ここに入らなきゃ、まあ、勝利はならないんで、まあ、とりあえずここで待ちましょうか。ちょっと頑張ってほしい。ルイジが死んだんかな。多分死んだんのかな。あんね、巻き込んな。よかった。次行こう。マジ頑張ろうな。はい、残念。はい、次行こう。下見。なんで、おめえも来るんだ、そうやって。でも、一人敵が、まあ、二人しかいないから、今が行くチャンスか。下に若干見えるね。ギブアップのアイス、もうここで終わりだからいいよ。ギブアップでいいよ。はい。ジャンプしてれば当たることはないでしょう。ちょっと待って、お前カロンのあれが悪かったね。これきついな。大丈夫だ。いける。よし。大丈夫。ゆっくり行こうぜ、兄貴。はい。ここだ。彼が死んだの、ここ。ここはもう関係ないんだよね、はい。バカおもれんだけど、これ。もう、あいつらもうやけになってるもん。で、これは、ダッシュで行かなきゃいけないんか。あぶね。ごめん、マジで集中するわ。おい、大丈夫、勝てるか。大丈夫、243、ゆっくり行こう。大丈夫、勝てるから。では、ここに乗ってって。右ちょっと見てみると、どうなってんだ。これ上大丈夫だよね。あ、待って、どういうコースか。下の奴らが、これを動かせると、なるほど。で、ビームのあれ、これどうやって行くんだろう。下に行けばいいのか。うん、これ下に行けばいいのか。いや、ちょっとよくわかんない、これ。ちょっと一回。
ちょっと待って、何すればいいのこれ。なるほど、わかった。地下ブロックに若干乗って落として、それでこういうこと、こういうことか。これで合ってんのかな。高さは大丈夫だよね。10コイン見えた、10コイン見えた。ガチ頑張ろう、ガチ頑張ろう。若干気持ちいい。このコースほんマジで面白い。シンプルパズル、シンプルパズル。多分ドアに入ればいいんだけど、ドアにどうやって入るか。あそこは1マス空いてるからね。ただその1マスは空きなんで、待って、こういうのって大体時間がめちゃくちゃないやつだと思ったんだけど、で300分めちゃくちゃある。なので、なんか待って、なんか起動しそう。だ、あっぷね。あれはまだ大丈夫か、まだ大丈夫か。ちょっとこれ、どうしよう。でもあそこで待ってるのが一番強いよな。でもなんかこのままじゃ、何も始まんないから、ちょっとみんなでさ、行かない、みんなで行こうよ。これ、そこ起動。そこ起動は何なんだ。で、ちょっと身をやってほしい。これもしかしてさ、あれじゃね、なんかこれ多分やり直さなきゃいけないんじゃない。ボム兵が、ここをやってからすぐにこっちのコインバーンってやって、ボムを弾けさして、なんか音符ブロックを起動みたいな感じだと思うから、これ多分積んだと思うんだけど、ちょっと一応できることなら全部やっとこうか。ない。まあ、積んだわ。もう終わり。もう、やること、こいつらをその針で殺すことしかない。やり直そう。はい。やり直したんだが、あそこの音符ブロックから何が出てくるかなんだよ。多分、土台みたいなのが出てくる、なんかな。土台だけなのかな。だって、お前、こっから出てくるものを奪う気満々だろ。ちょっとどっか行けよ。やだな、これ、行きたくねえな。多分なんかね、パウンブロックかなんか出てくんだよ。出てきて、なんか土台にしてくれるんだけど、あ、お前行く。じゃあ、もらっちゃうよ。何そうだよね。いや、仕方ない。大丈夫。お前は、待って、もう一回、これ。あ、いけないよね、いけないよ、ね。やりなさい。もう、これ、積んだの。やめろ。終わろう。何にまだ抗うんだ、もうないでしょ。早く。時間がない。ないから。まだ、ここからもう、ここでもうなんか土台が出て、それで終わりって、終わりとは限らない。まだなんかあるかもしれないから。マリオ、あと、青だ。青、よし。まぁちょっとイライラするけど、ここでイライラするのはちょっと抑えなきゃ、このゲームやってらんないから。お願いします。お願いします。ユーモアこうやってちゃんと応じ気もしてな。よろしくお願いします。じゃあ、そろそろちょっと俺やろうかな。じゃいいかな。ちょっと譲ってくんね。これで俺失敗したら、笑われもんだな。はい。来た！おー。あ？ちょっと待って。これ被っていいのか、果たして。いや、被って、で、ここ開けて、でも、トゲゾーは俺は被れないのか？お前被る。お前被って。わかんねえ。パズルわかんねえ。パズルわかんねえ。で、トゲゾーでこれ多分下行くんかな？下行って、そこ、ちょっと押さないで。で、そこどう？なんかが始まる気がする！なんか始まる気がするけど、ちょっと、なにこれ。ワンチャン、あいつ P スイッチをワンチャンあれにかけたけど、ダメっぽかったな。待って。なんか惜しいんだよな。惜しいんだよ。多分ね、パワーブロックさっき持ってたからで、持って、それで、何やってんだよ。いや、でもこれはチャンスだ。これはおい。ちょ。そう、やり直す。可能性がある。これだけ持って。おい。いや、きついって、ちょっとこれ無理だ。お前、絶対無理や。ちょ、お前ら潰しちゃってくんね。だったら、マリオが言ってるから、ただ、青がいいんで、ちょっとこれ、おー、無理や。みんなでバトル、走れ、ゴー。2個以上ってどういうこと？ 2 番の人が勝つやん。え、なにこれ？ 2、これ1番に取っちゃダメだよね、多分。それでも、一つのコースに2個あるのか？なんか、でも、それにしても、それ、まあ、それで別にいいんだけど、だとしたら1個でよくないって話なんだけど、まあ、ルイです。え、どういうこと？ちょっと待って。意味がわかんないんだけど、これ何これ？これ、もう歴史に残るクソコース。これ、どういうことなのこれ。ね、先に行けばなんかあるのか？それでもなんか、とりあえず1番に来たんだけど。あ、なるほど。お前のどこだ？レーン、ここだ。さあ、私な、逃げなかす。どうしようか。いや、土管に入っちゃったらすれ違いになっちゃいそうなんで、怖いんで、こっち行きます。邪魔。行くのか、行く。いやー、多分この瞬間に来ると思うんだよな。どうだろう。
来た、ほらやっぱ来た。来た。いやー！石井戸キャッスル。お城って書いてあるからワンチャン土管とか入ってお城のステージなのかなと思ったけど。あー、なんだ。なにこれ。あ、ここ、あ、いや、そうだ、お城っていうのあったから。はぁ、あ。はぁ、あ、ちょ、あの、落ち着け、大丈夫だ。大丈夫にさせる、大丈夫にさせる、大丈夫にさせる。で、これは何だ、この先は、やっぱ一人一人いるんだよね。とりあえず、マリオが死ぬまで何もできないから。いや、て、これ、取っとけよかったな、マジか。で、マリオが死んだ、死ぬか、もしか先に行ったらこの溶岩がなくなるから、もう、できることは何回も入る、何回も入って、マリオが死ぬの待つ。来たけど、マリオが死んだのか先に行ったのか、それがわかんないよね。じゃあ、これ、きつくない、ちょっと、こっち行って。よし、ちょっと、ない。よし、ちょっと、ない。ないよ。ここが、はい。マリオは先行ったんか、どっちなんだろう。いるんかい。ま、でも、まだ第二ステージ。もうなんだよ、じゃあ、待たなくていい。うぜえ、早く、ゴジ、てか、俺も置いてるから、もう出られねえ、もう。2対2シャープなのはシェルメッツ。2対2で僕が毎回決めてるのは、運命に身を任せる。プラスボタンを押せば誰が一番レート高いかとか、そういうの分かるんだけど、俺は、運命に目を任せる。身を任せる。さあ、誰だ？俺、マリオね。なんだ、俺、消去法でお前来たのか。なんか、ちょっと待って、一応、ここで見てみるか。まあ、そうじゃねえか。いいね、ついてるね、お前。またレート上げられるぜ。僕の名はマリオですよ。お願いします。ただ、最後に勝つのは僕だ。お願いします。僕の名はマリオですね。はい。頼むわ。ありがとう。何？あ、ごめん、ほんとにごめん。もう全部やるわ。そこ、ありがとう。で、そっちね、ごめん、ちょっとほんとごめん。くそ、でもただ、あいつらもバカだ。あいつらも別にできてねえ。次そこね、なるほど。俺の仕事はこの白いの探すこと。頼むわ、これ、何してんの？それしなくても普通に行けなかった？まあいいや、人のことを言ってれば暇あったら自分のこと。次の白いのはここか。はいはい、どうぞ。圧勝じゃねえか、さすが。俺を選んだお前は本当に正解だ。さすが S 言ってるだけ、S プラス言ってるだけあるわ。本当にある。でも、俺 S プラスから落ちちゃったんだよな。もう S プラス、恥ずかしい。それをさ、告白しなきゃいけないのが恥ずかしい。ちょっと。で、僕は殺して、ここでいいのか。で、一緒のステージになると。で、はいはい。すごいよくできてるコースだね。はいはいはい。で、問題は、ちょっと俺が危惧してるのは、いつこいつを出し抜くか、なんだけど。あ、ごめん、二人乗んなきゃ。二人乗ったとしてもなんか作動するんか？ありがとう。俺の、あれさ、で？はぁ？いや、全然できてねえじゃん、こっち。何十度説明ブンブンエレベーター。ブンブンエレベーターって書いてあるから、まあ、ブンブンいるんだけど、ブンブン倒さなきゃいけないみたいな、そういうコースではないか。なるほど。そこに入って、別にそんなすぐ終わる。あ、なるほど。あいつが連れててくる。あとね、うん、違う。死んでよかった。で、死んで、そうだね。死んで、すぐに壁切るか。あいつらに邪魔されずに、すぐに行け。ほぉーい！すぐ行ける。ブンブン！いいぞ！でも、やめろ、ブブ！おい、何十個さ！ギュルルル！隣国的、さあ、リンクスドラマ1、リンクのコースですね。リンクのコースは大体長い。3年間やってきてわかるんですよ。リンクのコースは大体長いので、こういうのも全然先行ってもらって構わない。あ、いいよ、先行ってよ。で、そろそろ取りたい。あざす！じゃあいいよ。で、そうだね、全然長いと思うんで、ゆっくりダメージ食らえないことだけ、ちょっと、専念していきましょう。はい、はい、はい、と。はい。はい。で、毒もあったから、それも気をつけなきゃいけない。これ、あれだね、リンクの補給ポイントが、ないかもしれん。みんなあそこ死んだんか？いや、死んでるので、ガチで頑張ろう。ちょっと、ピーが、ねえわ。ひどい。ひどい。下見てみる？下なのか？そっか、あぶね！なんなんだこれマジで！こっちでいいらしいかな？どうかわからん。行こう。で、ここしかもう行くとこないから。で、あいつ右上で行ってる。俺が行った。ここで補給ポイントだ。中間の方が惜しかったな。行っちゃって。困るな。めちゃめちゃ困るな。困るな。こっち左。困るな。やめて、困るって。まあ、怖い。
めて、困る、息が詰まって頭痛い、やめて、死にそう。ねえ、まだあいつら来てないってことは、やっぱりあのあっちの面でめっちゃ争ってんだ。あの P スイッチどこなんだ、ずっと探してるバカだから、大丈夫、絶対勝てるぞ。はあ、大丈夫、絶対食らうね、絶対食らうね、マジで絶対食らうの。で左ね、まだ続くのか。ちょ、ゆっくり、こうリンクの補給ポイントは全然多分こいつないと思うから、いけねえ、いや、いける、あの全然なかった。うわ、マジか、もうオッケーで俺もうあれ絶対あると思う、絶対あるから、ちょっときつすぎるって、あって、あれ石井スーパーボールズ、多分スーパーボールって書いてあるから、スーパーボール、あ、やっぱボールが必要そうなコースだね。あのこの右の P スイッチ押すとか、多分ボールがそこ、こっちか、こっちにないよ。でもこう土管だからどいてよ。なんかゴリ押しでいくやつもいるけど、来た、通っちゃって、もうお前らがゴリ押しで行ってる中、普通に行けないか。ちょっと待って、ごめん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 、やるからどいて、やるからどいて、やるからどいて。で、あの、取らせないようにして、ここにずっといて、取らせないようにするのが多分いいと思います。で、どうだろうな、まだこの先にも必要、ごめん、ちょ、危ねえ、ちょ、あ、これ多分ね、ボールのところに、ね、多分必要ないと思うんだよ。やっちまった、マジで。ごめんごめん。で、でもあの、ファイヤーバーガチで褒めてほしい。まあ、ここでおそらく一回ダメージを食らわない。これはちょっと、食らっちまった、マジか。あ、中間。あ、まあ、じゃあまだ終わんないってことね、オッケー。ちょっとごめん、これ食らっちゃって、そうね、ここを食らないようにする。ここを食らないように精一杯頑張って。で、またあそこが中間はとりあえず、取れて。ここ頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。で、ここからも絶対もダメージ食らわない。もう絶対もう、さっきみたいなミスは起こさない。はい、こっち行って。多分 P スイッチ押したからいけるのか。違う、うん、ちょっと P スイッチ押したから、あいつがブロックを壊してくれてるから。いや、そうそう終わんな。追いつけ、追いつけ、やーべ。待て、待て、待て、待てよ。待て、よく考えよ、よく考えよ、よく考えよ。よく考えよ。ちょっと待って、よく考えろ。大丈夫、大丈夫、絶対勝てるから。あの、そっちの足場じゃ絶対いけない、ここの足場を取らなきゃいけなくて、待って待って、あ、これさ無理だよな、 P スイッチでも P スイッチ押し、ちょっと待って、あのこれでさ、あのボールで P スイッチ押さね、あの P スイッチ押さなきゃダメだこれ。ただそうだよな、誰も押そうとしないよな、そうだよね、ここの位置で押したいよな。ショットアップ 1-2 ハンダーバージョン、難しいバージョンで、なんかショットって書いてあったね。何をショットなんだよくわからないけど、そこなの、そこなの。とりあえずピンクが一番に入ったんで、どうなんだろう。なるほど、あれだね、あれだけど、ちょっとなんとか、ちょっと圧死するって、あぶね、とんでもない死に方しそうだった。とりあえず、まあ、これあることは非常に強いので、まあ、生き残る精神でいこうか。とりあえず、あいつは、なんか頑張ってる。すごい頑張る。頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。頑張れ。あいつ死んだね、死んだので。いや、ハーダーだな、本当に。本当にハーダーだ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。で、俺が、もう一回も死なないんで、クリアするから、ちょっとこれ、倒していくわ。倒していく。本当だったら、いつもだったら、後ろから来るやつのを殺してくれるために、ちょっと敵とか残そうと思うんだけど、でも、俺が、ここで、終わらせるから、あ、めちゃくちゃ嬉しい、本当に嬉しい、こんなにフラワーが嬉しかった。今ごめんごめん、完全にタイミング、本当にもう一回同じくらいない、で約束する、もう一回同じくらいない。この上がちょっと、こう大体この上から数えて6個目、高さを10個で割った時に、 10分割した時にこの6個目ぐらいにいるのが大体いいと思うんだけど、俺だけがこれで、あ、これでいいんだ。なんか変な、ちょっと、
してる出してる出してる出してる大丈夫、間に合う間に合う、オッケーオッケーオッケー、でこれすぐ行こうか。なんでさ誰かが押してるんか、ちょっとそれだるいなマジで。ちょっとここはなんとか行けたけど、あいつら誰もいないけど、まさか俺のあれで死んだのか。もうこんだけさ差離れてるのに、俺一回死んだらもう最初に戻るのが。気づいて、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 ウエちゃん、ウエちゃん、ウエちゃん、お前が本当に内緒なんだけど、これ3回目ね、1回死んじゃった、マジで。もう難しすぎるって、これ。あ、ここは、クラウン無理なんだ。あ、これ次4回目ね、2回目の死に方はちょっと本当にマジで情けなさすぎて恥ずかしいんで絶対見せない。クラウンがさ、これ回復しねえな、これダメかな？ 1 回ちょっとやり直して。あいつ生身で行ったけど、生身で行けないってことはルイージでもうわかるんで、とりあえず何回も土管入って自分がクラウン取れるまでちょっと1回粘るしかないね。これなんだろう、これ。一回戻って、これが一番いいのかな。クラウンって回復するよね。回復全然しないんだけど。あ、出てきた、出てきた。あ、こっから出るんだ。なるほど。で、これで取れるのが一番嬉しい。ナイス、ナイス、ナイス。で、あいつは取れ。ルイージが結構先行ってんだよ。どうなんだろう。オンオフスイッチとかで一回邪魔すればワンチャン。あ、でも顔が2番目の大きさだ、これ。顔がこれ、2番目の大きさ。一番遠かったら、なんか顔の大きさで大体の、遠さがわかるの。これは、2番目の大きさですね。これもう2年間やってるの分かります。これ 2番目の大きさで、どうなんだろう、2番目の大きさだから、まあまだ全然追いつけるチャンスはある。あそこのさ、最後のあそこなんでね、最後のあそこのブンブンをとりあえず倒して、で、そう、こことかも普通に釣れんだよな。はい、ナイス。フラワーで、そう、フラワーをどれだけ、ここで絶対知らない、スンっていくぞ、スンっていくぞ、はい、スンっていけば、なんか超簡単じゃん。さっきのフラワー維持したやばい、あいつ多分いったな、くっそ。中間、それもそれでやだ、待って、中間の時まだあんの、それはそれでやだぜ、やなんだけど、中間あるらしい。まあちょっとでも頑張ろうか。まあ中間あるってことは、まあちょっとポジティブに考えよう。まだあるって、それダメ、それダメ、もっとちゃんポジティブに考える。まだできる、追いつくチャンスあるって、ちゃんと。あいつなんか右下にいるけど、やっぱこうやってまた上に行くのを続けなきゃいけないか。まあこれよりも難しいね、難しいと思うから、まあ多分死ぬでしょ、死ぬので、まあ大丈夫、諦めずに。でここら辺全部一掃されてくる、あいつ全部倒してくれたんか、マジか、すごいね、さすがだわ。なんかもう俺と同じ匂い感じる、もうこれでクリアす、俺が一番最後にクリアす、全然損が、ポン、やばい、俺でクリアする。あいつ生身だったね、生身、チビ状態だったね。フラワーで来れるのは俺最後だ。これ死んだらもっと難しくなる。今クリア、絶対クリアするべき。ちょっと鼻が花粉、マジで今だけやめてくれ。明日100回くしゃみする約束するから、今だけやめてくれ。花粉がもう本当にうざい。大丈夫だから。あいつ若干見えてるけど、あ、ごめん、もうダメで来らない。下の圧がさ、大丈夫、下の圧気にすんな、マジで。てかお前んところさ、バブルねえじゃん、ずるいよそれ。待って、いけ、やっちまえ、殺せ、やっちまえ、やれ、めっちゃ下がった、めっちゃ、ちょっと、もう、まだか、まだいってる、倒さない、ねえ、協力しようぜ、ちょっと、やばい、死ぬ、俺もう無理だ、ダメ、ごめん、死ぬ、先に謝る、俺無理だ、無理、俺、やだ、マジで、やめ、生き残るの勝てる、勝てる、絶対勝てる、これなんなら殺してやるぜ、生き残るじゃん、お前殺してやる、おい、ルイージも、お前らも全員気持ち悪いんじゃ、花粉もマジで気持ち悪い、ピエールスロー、全員死ね、連続死ね、ミサイル、死ね、落ち着けよ、鍵、嘘、待って、おい、必要、お前の分も必要まずか、いや、そんなことないの、ちょっと、このまま、鍵必要ね、頭痛い、あははは、よかった、ハンマータイム、ビルダーマリオがなるとね、必ず事件が起きる、必ずと言っていい、事件が、君が死ぬ未来にかけてもう一回ちょっと頑張ってみよう。あれで死んで、あれそうだな、あれなんか回復しなきゃ無理だよな、回復してる、ナイス、次は俺の番だ、ゆっくり行こう。ごめん、どこにあったっけ、ここだよな、ちょっと一回か、あーダメだね、これやっぱ回復、もう一回ちょっと出なきゃダメだ、ちょっとここに、じゃあ行っていいよ、先行っていいよ、でも、あ、なるほど、そうやってどうせダメなんだ、
ありがとう。と、ただ、スネークブロックが来るまで、耐えろ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 、耐えて、いいから、いいから、俺いいから、ちょっと、いいよ、いいよ、いや、そこでやっててくれ、もう、ちょっと、なんなん、いいよ、やっときたで、ちょっと、ゆっくり行こう、あいつゆっくり行こう、大丈夫。ハンマータイムってるから、すごい殴り合うかと思ったら、ちゃんと、なんか、ハンマーってなんか、こう、俺の求めてるハンマーと全然違う、なんか、俺の求めてるハンマーってすごいなんか、勢い任せて、もう、ブンブン、何もかけ、2の1ピンチングピーツ。どういうコースだ、これちょっと、ここの一番見る感じ、結構トゲとか、あ、なるほど、こっち。あー、危ねえ。結構難しいコースだから、ちょっと、差が離れたから、できれば取りたいんだけど、ピンク来てんだよな、マジ。はぁ、取りてー、すげえ取りてー。あいつは取るか、うん、じゃあ、やだな、俺も取りてー、俺も取りたい、なにこれ。うーそいや、そんなゲーム任天堂作んない、そんなゲーム任天堂作んない、絶対そんな人間。ごめんね、ごめんね、取り返す、マジで、ひどいこいつ、俺が開けた道なのにねえとんでもねえゲームだな、これマジで。とんでもねえゲームだよ。マリオはまあ、ギブアップで、ピンクがあそこ塞いで。あれさ、塞いだの、パワーブロックってさ、時間経過でなくなるわけじゃない、なんか一回死んだらなくなるんだっけ、なんかそこら辺の仕様まだ俺、頼む、頼む。俺一回やったの、ほんと、ごめん、ありがとう、ありがとうだけ言っとく。ありがとう、ありがとう。ちょ、いや、入ってからありがとう言えばよかった。で、どうせ相手、おー、いける、お、なんだお前、どんどん先行ってると思ったら、なんかそんなことない。何、待っててくれたの、別に。それもいいんだけど別に。なんでお前、ここの謎解きできなかったら早く渡せ、お前。出せ、上渡して、やれよ。俺が、一回、そ、お前、上、それ、とにかく渡、やなんで行かなかったんだろう、それがよくわかんないけど。まあいいか、まあこれラッキーとして。お前だけには勝たせたくない、マジで。お前だけには、ルイージ勝つのは別にいいわ。まだこれ、ちょっと死にそうだな、その、死ぬ。やめてやめて、おおい、そいつ、なんとか殺せ。殺せないか。来た、いやあ、うまい、こいつ、おちょっとルイージも腹立ってきたな、あいつ。俺だけなんだけど、善人は。俺だけなのか、このゲームの善人は。ちょ、やりえねえ。なんかまだ続いてるっぽいと、なんか、この試合俺さ、史上一番負けたくないんだけど。なんだこいつ、回避しやがった。まあいいよ、まあいい、まあいい、まあいい。で、取る、取る、どうしよう。取るか、じゃなきゃ無理だ。この、フラワーじゃないんか。ちょっとこれきついな、このステージ。まだいる、一番に行ってたお前がまだいるってことは、やっぱり難しいコースなのかな、やっぱり難しいコースだ。大丈夫、大丈夫、まだある、まだある。ちょ、あいつら、うざすぎる、本当に。本当にうざい。降ってきた。うざすぎる、あいつ。マジであいつうぜよ、もう勝つな。こっち、こっちなのか。でもなんか終わりくせえ、やだ。うわ、うぜえ、こいつ、うぜえ。ねえ、こう、やもんでも、もう、仕方ないね、これ。俺が、ま、負けた俺が悪い、これは。なんか、奇跡起きろ。もう、知らん。お前の煽りはもう、いい。なんか、天文学的レベルで。ちょ、お前何右右なんか、何あ、どこ行ってんのあいつ。死んだとかないよね。死んでないんだよな。もう、希望を見せるのやめろ、お前マジ。ちょっとなんか起きれさっきのパウが消えたみたいに、なんか起きてあいつじーって見てんだけど、これもうやめた方がいいかな、これ抗うの。あいつを気持ちよくさせるだけかな。なんかあいつもうミスんねえかな。腹立つ。そういや、こういうゲームだったね。うわーアードコア SE。クリボー15体だけど、どうなんだ、すぐに倒せる。もう取るか、じゃあ、右一回見るわ。いや、待って、これ、いらないかも。いや、これ、絶対ドア入った方が良かったわ。これ、ごめん。ごめんで済まされたら、そうだよね。絶対、待って、いや、違う、なんか、ピンクが戻ってきてる。どういうこと？ピンク、またあっち行った。なるほど。クリボーがそっち側いるんだ。じゃあ、よかった。じゃあ、ふぅ、奪いましょう。これはもう事件が起きる気配しかしない。さあ、そろそろ来るぞ。来る。ほう、オッケー。もう、ね、もう条件に俺勝てると思うね、俺、おい。待て、落ち着け。いけねえ、チキショ。いや、待て、止めろ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 
いや行き過ぎんね、お前ら行き過ぎんねよ、行き過ぎんねよ。いや3人でまず止めることを最優先にして行こう。なんだあいつは。あぶね、おい、任せろ任せろ。あぶね、ちょっと待って、おい。いやこれ勝ちたい、すごい勝ちたい。おい帰ろ、おい来いよ、遊ぼうぜ、こっち来いよ、来いよ、来い。ピン、マリオが今あっち行ってるね。来た、行く、決めるわ。8-07、ネコクッパは一体、まあ、ネコクッパはすぐに倒せるものではないので、まあ、とりあえず最初はゴールがどこにあるか、そしてアイテムがどっかにあるかなって、その待って、スターだったら話が変わる人、待って、おい止まれ止まれ。おっバッてこいつもなんだ。ラスボス、ラスボスってことはおそらくクッパがいるんかな。でもどうなんだろう、なんか心のなんか適当加減を見る感じ。俺ちょっといいや、このまま行っちゃう。くれ、ナイス、くれたはいいが、ちょっと右あるね、あるけど、いやごめん、いけねえよこれ、ダメだこれ、これちょっと上からトゲゾウの無敵時間使って これでいいか、ちょっとこれだけ無理だ、ごめんごめん、これだけ無理だ、ちょっとキモい、キモいわこれ、これいやー、わるわるわる、いけ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 。青空に取り残された私の心はつらら模様。深い深いコースがやってまいりました。僕の青です。マリオです。つららが結構テーマとしてあるコースで、なので、でもつらら別に俺らブレーキしなければ、なんか当たることはないよ。当たるやつもいるけれども、そういうのはもう例外例外。俺はもう違うから、ちゃんともうこの自分のペース、この楽しいと思える一番いいスピード維持していきましょう。ちょ、アイテムここで取りたかったけど、さすがにあるっぺ、さすがに、ないの、ちょっと待って、一回。そう、いらない、もうい、いら、おい、意地でも取らねえ、もういらねえ、このコース制作者が出したアイテムなんて俺は取らない、普通にやってる、マジか、あそこにあるの、予想できないよ、もう、早く終わらせて、無理、当たっちゃうから、もう、終わりよ、さすがに終わり、まだちょっとさ、嫌いになりそう、お前のこと、いや、バトルフォーザークッパズ、残る子10体以上倒したからゴール、全てって書いてないんで、もうここのコースには残る子10体以上いるけど、まあ、10体だけ倒せばいいよっていうコース、そうっすね、それは取ろうかな、それは取ろうか、取ればそうだね、条件も取れるし、早いし、なんてだって早いのが一番強いから、でとりあえず今は残る子倒すっていうよりも先にゴールを見つけたいのだけれども、ちょとさあ、これあいつ右行ってるけどさ、行ける、どうやって行ったの、あいつどうやって行ったの、いやちょっとわかんねえ、ちょっとこっち行ってみる、ちょっとわかんねえな、これで上行くのか、これで上行くのか、なんかルイージさ、なんか意味わかんないところか言ってなかった、まあいいでしょう、とりあえず右に行きましょうか、それ最初は、ゴールがどこにあるかを把握したい、その残る子よりも先にどんどん右に行きたいんだけど、さっきのルイージがすごい気になるね、あいつは消えたけど消えてない、なんかどこ行ってんのマジで、こっち、はい、まずい、何体目かわかんないからな、どうすればいいかわかんない、ここね、いやーゴールわかんねえ、ゴールわかんねえ、うわゴールわかんねえ、まだか、とりあえず今はいないね、ルイージちょっと行っちゃうわ、マリオも来てるから行っちゃって、これ取んのあんま良くないかもね、ちゃんと地形を把握してから行きたかった、あいつどんどん行くな、どう、いや合ってんのかわかんない、左にも止めとかあったけど、あいつ奪う気ないんだよね、どこで奪うんだろう、ちょっとそれが分かんないから、ここら辺で、ってことはここら辺にこのすぐゴールがあるってことかな、じゃあ分かった、そのもう見なくても分かる、お前のでも無理だな、これどうしよっか、フラッピーフロッグ。フロッグ。つまり、カエル。つまり、あそこのアイテムボックスにはカエルが入ってる。これカエルは絶対。いや、待って、ちょっ、死の。死ねないならどうしよう。ちょっと困るな。殺してほしかった。いっそのこと。いっそのこと。ただ、こんなに早いなら、そうだね。カエル取ってもって感じなんだよな。そうだよな。ちょっと、もうこれどうしよう。カエルは、でもカエル取ったら絶対良かっただろうな、これ。追いつけないか、もう、だって簡単だもんな、こんな、引っかかるわけがない、引っかかるの俺だけなら、ま、ちょっと、カエルがあったら、若干ちょっと青がブロックに引っかかったね。ちょ、俺引っかかんね、ナイス。ちょっと、上ね。
引っかかんない。こいつら、引っかかんないか。次どっち？教えて。だから俺も、な、じゃん、あ、やっぱオートスクロールはみんな同じだから、下で上だろ、上だろ、わかるわかる。で、下。え、しー、負けました。潔いね、ザマミロ。ブレイクザターゲット。まあ、できればフラワー取りたいんだけど、まあ、取れなくても、取れなくても全然いい。取れなくても全然、うん、いいよいいよ。先に、じゃあ、待って、80秒しかない。80秒しかないんで、よし、ここで取って、ブンって、じゃあ、落ち着け、もう落ち着いてない、落ち着いてない、落ち着いて、どうしようか、これ出しよう、どうしよう、フラワー、いや、これ、倒したい、トゲザを倒したいとかじゃなくて、普通に死にそうだから、これフラワー取る。ちょっと待って、今さ、協力して、マジで今さ、なんか、あと55分しかない。で、このラグ、死なないけど、ちょ、俺、お前、なん、許せない、お、マジで、ちょっと、本気で、丁寧して、お前出せよ、お前がさ、俺のフラワー奪ったんだけど、出せよ、お前。どうせラグいのお前だろ、どうせラグいのお前なんだけど、消えろよ、お前。で、出る。お前、これ取ったら本当に。何これ。でも、こんぐらいラグかったら多分。結局出ねえのかよ。おい、どうすんのこれ。俺、フラワーなくなっちゃったから、本当に誰かやってほしい。ね、スターとかやり直せば、また出てくるんだけど、ピンクのあれを奪おう。奪っても全然いいと思う。全然外役プレイの中に入らない。だって、ねえ、おかしいもんね。だって俺に任せとけば、トゲゾー殺せたのに、で、お前だろ、ラグいの。どっか消えろよ、お前。ちょっとやべ。歓声が、勢いがすごすぎる。ちょっと、この激しい奪い合い、この奪い合い、やだ、お前に絶対渡してくれ。ちょ、ルイージ、いや、これ無理か、これ もう疲れた、もう、お前取る気なくね、お前取る気ないなら渡せよ、早く。お前、あ、なんだ、罪悪感罪悪感かけらもない。しゃがみジャンプで、しゃがみジャンプで、おい、しゃがおい、気になる、この先すげえ気になる。ちょ、おい、誰なの、ラグイの。ちょ、いや、でも、いきなりラグイな、ちょ、俺ジャンプしてない、ちょ、それ困る。でも多分こいつも小ジャンプで、フラワーに届いてないから、つまりこいつの方が先に、ピンクの方が先に地面につくから、そのお前の頭を使って、辛すぎる。おい、48秒さ、何秒経った？ 48 秒から47秒に変わるのに、もう、いや、もうなんで、いきなりなんでこんな、どうでもいい、もういいわ、もういい。ちょっと出す。もういい、それでいい、それでいい。で、待って、これでタイム、もうまだ、あそこ、いや、俺倒したよね。あれ、俺倒したことになってるわ。絶対倒してる。倒してるよ。待って、いない。待って、最後に消えたの、俺のせい。あれ、ダメなの、あれ、ちゃんと、確かに倒してなかったけど、いいのかな。あーいねえ。フリーボー34。待って、俺、タイトル読んだっけ。俺、なんかタイトル読んでない気がするんだけど、俺、どの、あれだっけ。読んでない気がする。読んで、まあ、その、読んでないせいで、いつものルーティンが狂ったせいで、まあ、それで負けても仕方ないので、いつものルーティンが崩れたので、ちょっと俺がやるから邪魔して、これ逆なのが腹立つな、これ。ちょっと、お前らずっとそこにいて、おい、ピンク、ごめん、じゃあもういい、じゃあお前らもう、あ、でも32体、34体、大体スコアで分かるんだけど、もう4800、これな、お前はさ、何をしてんの、押せ、押して。一回こいつら倒したら、確か、ね、100とか、あ、でもそっか、俺何回も連続で倒したりとかしてるから、そのせいで、ちょっと待って、これさ、多分、残りの4体、3体だと思うから、ちょっと待って、俺ルイージで、お前か、どうしよう、何が正解なんだ、これ、何をするのが正解なんだ、おー、ちょっとね、この左から2番目っていうのが、微妙だわ。
左に押し込んでそこで踏んで右に行くのが一番いいんだけど、ただまあ、それをピンクが絶対逃さないと思うから、これどうしようか。俺的にはなんか一回右に行って、この空間で取るっていうのが一番いいんだけど、じゃなきゃね、マリオと同じ目に遭いそうなんで、一回左に行ったとしても、それにそうだよね。ピンクがもし取ったら、もうそれで終わりだから、一番右にいるこいつが取ったら。だから俺、ちょっとこっちに行って、で、ジャンプを繰り返して。スーパーマリオメーカー2。どういうコースか全く予想できない。これ、何これ、これね。で、俺がルイージで1番に来たけど、赤コインがなんか、あ、待って、このまま、あれ、なんか、あ、いろいろブロックを紹介してくれる、いろいろブロックを紹介してくれるだけの神コースでありますように、それだけで全然満足。ありがとう。僕、こういうブロックマジで知りたくて、本当にこうやってまとめてくれた。なんで、なんか消えてんだけど。あれ、なんか、後ろになかったっけ。待って、なにこれ、リンクで、ブロック壊すとか、そういうこと、ドアどっかあったっけ、あいつ行っちゃったんだけど、リンク復活しない、どうしようこれ、どうしたいの、もう無理だよね、こいつが、ブロック出せ、あいつは来ちゃうから、ちょっとブロック出して、リンク押して、違う、お前じゃない、リンク出して、あ、お前そこぶっ壊す意味がちょっとよくわかんない。ちょっとここぶっ壊せるじゃん。何してんの？リンクだけ押して、リンクだけ。無理だこれ。何がお前鍵取ってんの？やばい、俺ダメージくれ。あっぶね。ちょ、これでダメージだって。ちょ、お前、そこ開けな。あ、宇宙のマリオデラックス1の1、スロープの空。マリオデラックスまでよかったんだけど、チョロプーの空って何？チョロプーの空って何？よくわかんないですけど、がまあとりあえずいっぱいいるってことだけはよく分かった。ピンクが死んで、これちょっとアイテム、取るわ。ちょっともうあいつらには追いつけるそうにないから、もうこのあいつらが死ぬっていうそのワンチャンにかけるしかない。トントン、はい、殺し。マリオまあ死んでないか。B41-5 SMB4 スーパーマリオブラザーズ4ってことは、もうスーパーマリオブラザーズ4なんてないので、何のことなんだろう。あ、これ、これ、どんどん登る系なの、ちょっと邪魔なんで、何回も俺のこと踏み上がって、お前ら。何お前、あ、じゃ死んでるっすね。取るか。で、さすがネタさん、さすがネタさん、もう俺勝ちたいね。もうなんかイライラするね。もう嫌だ。で、この時は、なるほど。ブンブンが2回目多分ダメージ、2回目ダメージなんで、これ下行きやがった。じゃ下行ったなら、うわ、これ倒しに行くのあんまナンセンスだと思うんだけど、やっぱ上に行くからさ、そしたらやっぱ上にいるやつがやっぱ強いもんね、踏まれちゃうから。ただそうすると誰も行かなくなるのか。下行く、ちょっと待って、ドアの先がちょっと見たい。ドアの先が見えないか。この先あると思ったんだけど、ちょっとドアの先がどうなってるかわからないな。どこで奪うのが一番正解なんだ。いろんな行き方あるもんな。あ、もうやってるわ。どうしようか。あそこから来るタイプ。うわ、うまい。あれだね、いや、マリオも出し抜かなきゃいけないのが。やるじゃない。どうすか。青も来てるからな。ちょっと一回待って。あそこ3人いる状態じゃ無理だから、1人おびき出して。ここあんまり強くね。ここあんまり逃げらんねえもんな。1人あいつ、行くしかない。今行くか。うわ、うめえこいつ、ダメだ、うめえよこいつ。ピンクがあれ、やばいあいつ。どうしようか。この青は一番雑魚なんで、こいつを踏んで、あ、一番弱いこいつ。あえてジャンプしないでいくか。ただね。いやー大丈夫。ざまみろ。ざまみろ、鍵だけ滑るんじゃねえんだよ、お前。鍵だけ滑るんじゃねえ、カートもいらない。いや、お前らずっとそこで足ばったり。残り190分、時間大丈夫。なにこれ。して、アイテムあると思うんだけど、でもいいや、記録で10万で、この先はなんだ？またかよ！もういいってマジで！で、多分1回目でしょ。ピンクが来る前にさ、やっちゃおうぜ。今マジで、あ、ピンクの方行きやがったやつ、プンプン。下いるね、下いるわ。めんどくせえことな、どうしよう。違う、プンプンはその、それワープできるから、下にいるとしても、こっちに戻ってくる可能性があるから、俺が今下に行こうとしたけど、ダメだね。上に戻ってくる。いや、戻ってこないか。いないよね。いや、でも下から、上から下に行ったんだからさ、下から上に行っても全然おかしくないと思うんだけど。
でも来ないか、さすがになんか、いやでもここまでしてなんか行ったらやだな。でもちょ、行ってみるか、あそこ、普通にこれあの、お人よしとかじゃなくて、普通に俺が鍵を持ってる状態が一番強いと思うから、普通に弱いにか。で、どこにいる？ペンムン、ガチで消えたんだけど。ちょっとやっぱ、上には行くなよ、マジで。うわ、いる？いや、ダメだ、これ上行くわ。ダメだ。邪魔。上行くわ、これダメ。あの、一回ダメージ与えてるのに、与えたから、ちょっと、あと二回だから、ちょっとすぐ戻ろうって。ここ一発、違う、こいつ無事になった。どこなの？じゃあもういやダメダメに勝っちゃったね。ここははいと死なないこと最優先に行こう。はいで、はい、あとごめんね、いつもごめんね、本当に俺にいつもね鍵をよこしてくるんだみんな。おい、そうピンクがねやべんだ、ピンクがやべんだ。だからねこれね、誰かを踏んで思いっきり高いところジャンプしてヒップドロップで行くっていうのが一番理想的なんだけど、すごい前ね、その幅跳びジャンプ使うやつはマジで初めて見た。ポンと まだかよ、もういいだろう、やることないだろ、イエーってねえちょおいな、残り73秒、どうぞ、それでやろう、それでやろう、どうけ、あの俺も逮捕取るから、いいよ、いやいや、フラワだ、いやもう脱ぎてこれ、脱いで、ちょ、だよな、おいねえ、くそ、ジャンプ、適当なのか、それともちゃんとテーマがあるのか、あちょっとごめん、こいつ投げられたら俺のタイミング、うわー、なんで俺最後まで下がった、周りを抜かそうと思っただけなのに、嘘でしょ。27って書いてありますね。これでさ、あのこれジャンプしたもん勝ち、ジャンプしたもん負けなんで、これもうジャンプしないで、あのギリギリ、あの人も抜かそうと思わないで、ただ自分がもうとりあえず右に行くことだけを考えて、はい、これもっと上行ってもいい、とりあえず上に行けるだけ行っといた方がいいと思う。ナイス、よし、一人脱落で、ちょっとこれもうそろそろ終わるよな、これ早いもんね、もうそろそろ終わると思うんだけど、なんかミスでミスんねえか、ミスんないか、もう超簡単だもん、俺でもいけるもん、超簡単、いやこのギリジャンズ、いやー無理か、ジャンプまだジャンプあれ、トントン、はい、すね、無理、全然もう差が縮まんで、クソ、いやこれで終わりか、いや終わりかな、ここなんかすごい難しいの、いやそう、もう1マスの、あいいぞいいぞ、あとる以上あとお前だけなのに、ナイス、待て、いっ、ごめん、これちょ、やだ死にたくフィニッシュボザーフォーエバーマイナス4。コインを6枚以上。まあ、すべてって書いてないんで、6枚以上ってことは、このコースには6枚以上あって、その中で6枚だけ取ればいいよっていうコース。3、5、6。まだあと1個。あ、俺コイン取ってないぜ。なんかちょっと1回ラグがあったよね。それ誰ことしちゃう。あ、なるほど。こうして。OK! ナイス。死ぬね。危ね、怖っ。行ってくれ。ありがとう。で、いつゴールなんだ。とりあえずこれは先行っちゃって、どんどん行っちゃうか。ちょっとこれ、ね、落ちこれね、あのすごいさ、お前おっせえないぞ、ポンポン行けよってみんな思うと思うんだよ。多分俺もみんな立場だったら思うんだよ。でもこれね、マジでプレイしたら人の分かる、あのマジで伝わらないラグがここにある。でも若干カクカクしてるの、このカクカク加減でちょっと刺してほしいんだけど、このカクカク加減以上よりもラグがものすごくあるんだよな。はい、それが伝わらないのが一番腹立つ。でマリオは消えている、残すは青だけ。多分この先、多分ね、結構適当だからこの先あると思うんだよ。あの、戦ってるわ、あいつ。ちょっと、これどうしよう。あ、違う、うん、普通にダメージ食らっていいんだ。ダメージ食らっちゃって。あれだ！キャスローブ、スオーブ。なんで俺ちゃんとコース名読もうと思ったんだ。いつも適当に読んでたよね。なんで今日すごい適当。どうせちゃんと読んだって意味なんてわからないのに、なんで俺ちゃんと読もうとして、これ。
いや、変な争いしないで、普通に行けばよかった。ピンクが一番賢いわ。ちょっと、やめよ、やめよ、やめよ。行っちゃうから、今やめようぜ。みんな入ろう、みんな入ろう。じゃあ、お前先行ってみ、先行ってもいいか、やめて、それ。いや、いいよ、いいよ、これでもう。で、ピンクは案の定先行ってますが、残念だったら早く、押さない、押さない、押さない、危ない、ちょっとゆっくり、ここマジで、マジで死ぬから、死ぬからやめて、落ち着けって、お前ピッチプドロップする意味はすげえないと思う。ちょっと、行け、マリオ、誰かいて、落ち潰されちゃうから。すげえストレス溜まる。こいつら、こいつらと同じ死に方したのが一番腹立つわ。で、ピンクいたけど、またこの時間だよな。ピンクだけど1対3じゃねえか。なんで俺こいつらとペアだ。絶対俺お前らに付きまとうからな、絶対。誰だっけ、邪魔してるのが、ルイージか。ルイージが結構邪魔してんだよね。さっきもなんか気にしないでとか煽ってきたし、お前も死んだんだから、何のために会うと、ちょっと、マリオ止めとけ。俺どんどんやってくから。で、こういたんで、ここ来るんだよね。来るから、ちょ、落ち着けて、はい。やっとちょっと、やっとちょっと消えた。やっと、ピンク待って、もうさ、いけると思ったのに、早く降りろ。で、こっちか。俺のペアだ。ペアはピンクだからな。ちょっとお前らとはもう離れたいわ。ちょっとどいて。これさ、大丈夫行って。下大丈夫だ。多分いや、一応待っといてよ。多分溶岩あると思うから。ほらほらほら、よかった、やったざまみろ。さすがにギブアップしたわ、あいつら。だって、ピンクはどうなんだ。これちょっと早く行ってくんない。ちょっとピンクは結構さ、すぐ、あ、ピンク死んだ。ゆっくりゆっくりゆっくり。マジマジで、あいつらがいなければ、俺普通に勝てるから。マリオ USA のキノコを求めてマルチプレイヤー。なるほど、USA マリオじゃなきゃできないことを考えよう。雲をどかしたり、そして垂直ジャンプがめちゃめちゃ高い。だからそういうのをしなきゃいけないところがどっかあると思うから、まずそれを探す。だから、何があった？俺見てなかったんだけど、多分悪いのルイージだよね。なんか、あいつだって入ったもんね。俺の隣のところ入ったのになんか出やがったので、マリオ待ってね。俺がちょっとお前ギブアップしても別にいいけど、大丈夫。ちょっと最後に言っといて、絶対さ、俺なんとかするわ。こんなやつが勝つゲームにしてはいけない。俺このゲーム大好きだから、救うわ、このゲームを。ごめん。俺が救うんだ。ちょっとごめん。ちょっと、なるほど、USA マリオここにあって、待って、最初に言ったけどさ、何をすればいいんだ、これ、もう分からねえ。どこに何があったっけ。はい、追いつけるぞ、はい。待ってね、お前待ってろ、お前待ってろ。まだあるか、まだあるか。勝ったな、この差なんすわ。はい、この差は最初にジャンプしとけ、バカ。勝ったぞ、マリオ。We are in a game, fixed. ゲームの中に入ろうと、なるほど、ゲームの中に入る、よくわからないな。どういうことなんだ。僕の名はピンクです。とりあえず3番です。アップギリ間に合ったが、あいつは死んでないのか、とりあえずそこにいるのか。まあでも、あいつが勝つ未来はほぼないでしょう。ナイスナイス、いっちゃう。で、マジくれると思わなかった。で、おい、俺が開けるんだから、もうお前ら俺に従えよ。ずっと従ってろ。はい、足ナイス。あぶね、こうはびっくりした。で、ちょっとさ、俺がブロックを開けた恩をお前忘れんなよ、マジで。この回で全部集めないとややこしいことになるから、マジでここは協力しようぜ。お前押すなよ、マジで。あぶな、自分で待って、ごめん、あぶね。上見てね。頼んだ。いや、無理だ。ちょっと、いや、上取ってね、マジ。いや、何やってんだ。マジか。くっそ、ちょっと、楽だった。楽だった、見て。楽だったよね。あ、マジか。ちょっと、あれ、すげえだと思った。エンド。うわ、溜まってね。これ、大丈夫なんかな、どうなんだろう。なんとか入れました。入れたんだ。きたー、ロイターゲットレスト。10コイン5枚全てって書いてあるんで、まあ全て、このコースには5枚全て書いてあるんで。待って、一回今協力するべき、そう、投げてる暇ないぞ。100秒しかない。100秒しかないんで、10コインとりあえず1個。2個いっていいよ。これどんどん上に行くコースらしいっすね。で、
これはもっと上に行く。ちょっと右行ってみろ。じゃあちょっとどんどん協力しよう。右ないよ、右ない、マジマジ右ないから、あの頑張って。とりあえず参考、多分この速攻に繋がってると思うんだよ。そう、でも ここだと思うんだよ。で、そう、ピンポンでって言ってるし、やっぱりそうだと思うんだよ。で、マリオが今取ってるし、ただ、鍵はどう？鍵はどう？ちょっとさ、もう、あと1分、あと1分、もう、嫌でも焦っちゃう。ちょっと、今は行くべきじゃないような、どうだ？それ、死んだマリオがこっちに来るってことは、やっぱそうだね。条件とか、揃っていると。なるほど。で、ピンクです。ピンクです。俺ピンクです。ちょ、時間ないことを知っているか。俺はずっと時間ないと言ってたよな。危惧してたんだけど、ちょっとそんなことしてる暇があるんかい！これダメ！これダメ！一回引き、仕切り直し！一回仕切り直しよ！俺、ピンクで！終わった！おめでとう！一回止めたけどダメか？ダメ、ちょっと止めたけど、ちょっと俺の分ないんだけど、一回じゃあ条件取って、そこにある。で、どこにあるんだろう。ちょっと一回マント取って、あれ取れるか。どこにあんの。みんなでバトル。上下行くコース、まあ上に行くコースは、まあ僕が何回も言ってる通り、上に行くコースはもう本当にあれなんですよ。精神力もう一回ミスしても大丈夫だぞ、これから何回でも追いつけるぞっていう、その精神力大丈夫からね。下、ルイージです。うん、完璧です今のところ。はい。で、左もちょっと、ごめん、左も覚えとくね。全然覚えてなかったな。でも、若干わかる。ジグザグコースですね。で、マリオとの差が縮まってるので、大丈夫だぞ。いくらでも追いつけるから、結構長いコースだし、こいつ多分ね、自分のレーンのことしか考えてない。多分、俺は先のこと考えてるから、左ずっと覚えてるからね。覚えてないふりしてるけど、全然覚えてるから、右、うわ、オンオフあるなら、これどうしよっか。オンオフあるんだったら、これでもね、俺が一番だから、すぐに押した方がいいと。これすぐに押しちゃって、消す、自分のペースだけで、やれ、ナイス、大好き。で、鍵がもらったんだけど、どっかに使うとこあったっけ。最初だけ見てなかったんで、最初見てなかったから、そこら辺わかんないけど、ここら辺わかる。で、そろそろ雲のゾーンがあって、雲のところは、そう、ジグザグなんですよ。ジグザグがあって、その先に、なんか、もうめっちゃ雲があるから、その時はすぐジャンプ。もう、ほら、もう覚えてる僕じゃん。ベルコンベア、カンタ、もう覚えなくてよ。大丈夫。で、スタカ、はい。頑張れ。もう文句ある？文句あったら言ってほしい！言ってほしい！全部また方法があるけど、大丈夫！何も考えなくて、自分のことで考えて、50コインで、じゃあこれさ、条件があると思って、ここで勝ちだと思ったけど、違うよね。これ、ギリギリまで待つっていうのしていい？すげえかっこよくない？どうしよう。でも、二人同時って無理だぞ、もう。頼むぜ、もう、ちょっと。奪うね。これ、すごくない？俺の男気。無理！もう！いやか、完璧！スーパーマリオブラザーズワールド1。この上ないほど、スタンダードなコース名だったんだけど、この、あれだね、1番見た感じ、全然スタンダードの感じないけど、とりあえず1位の青です。こっから1の字が、なるほど、始まってくる。で、ワーストが、ワールド1って書いてあったから、ワールド1の全部がある感じ。なるほど、わかりました。じゃあ、ここで、いや、そうだね、ここ、うん、あいつは俺を踏んでいったけど、ここしゃがみ、なんだ、普通そうやっていけたか、いて、で、多分ね、先にルイージが、死んでるのか、いや、先に行ったの絶対やるね、絶対この、うん、こっちの方が絶対早いから、うん、死んでる、OK。で、ここが1位の2です、でも1位の4まであるんだから、あと半分以上ある方、こうやって、追いつけるから、大丈夫だよ、ちょ、危ねえって、言ってよ、ダメ、皆様、よし、で、上からそう、クリボが降ってくるんですよ、これが。危ないって俺は言っただろ。ちょっと待って、ガチでなんかった、なんなんだよ、マジで。で、今の見た、マジであれは、もう、頑張れ。俺がラグって死んだことは、彼らも同じなんで、ちょっとちょうだいね、それ。ありがとう。もう君に用はない、そのフラワーくれて、あれ取ってもよかったけどな。ここの、ショートカットもう一回、さっきと同じ、なんなんだよ、あれマジでよくなく、
左いるってことは違うね。さっきね、さっき1の2にいるんだよね。まだ1の2、そう、ポジティブに考え、まだ1の2いるぞ。1の3、1の4もいってない。まだ半分以上残ってるから、このラグで絶対死ぬべき。1の3、しかも1の3っていうのは、あーでも1の3の一番の難しいところ、ポイントっていうのが、奈落死するところなんだけど、そうだね、このワールドの関係上、やっぱさ、奈落っていうのは作れないから、だからそうだね、多分トゲとかで代用してるんだろうけど、だとしたらちょっとあれだな、即死にはならないから、それがちょっとやだな、多分追いつく、にくいところなんだけど、ただちょっとまだ諦めない、はい、頑張れ、はい、こっち行って、こっちに、はい、OK。で、この先にいるのかな、いるね、めちゃめちゃ先行ってたら、1の4に行ったらポジティブに考えようとか、ここの中間だって、中間なるほど、ちゃんと即死になってるわ、いや、マジでありがとう死んでる余裕一気になくなった時代、一気につまんなくなったら、追ってる方が楽しかったんだけど、なんだこの現象、追ってる方が楽しかった、1位になった瞬間マジでつまんねえ、やめてくれ、残り1、頑張ろうね、クリボーが高い、マグマがこんなに怖いと思った日はない、ちょっとやめてくれ、マジでマジでくれ、大丈夫、最後のクッパはもうね、ここまでキープしといたフラワーを存分に使っちゃって、これ大丈夫だね、大丈夫、存分に使って、はい、使ってごめん、ボーマリオズミステリーエアシップブラスト、マリオズミステリーブラストブラスト、ハリボテクリボーが一応あるけど、まあ、ここはとりあえずやることと言ったら、ここに入って、まあ、そこだよね、そこに入って、ここの幹に何かあるわけではないか、とりあえずこっちに行っちゃって、何これ、鑑賞用のコースか、鍵を持ってくるとかだったらやだな、多分そうなんだろうね、ハリボットって、ちょっとどいてよ、ちょっとどいてよ、どいてよ、やっぱ戻るじゃねえか、ちょっとびっくりした、クリボーなんでお前ジャンプしてんのと思ったらハリボットクリボーだった、僕です、俺誰なん、まあ、そもそも俺誰だか分かんない、多分キノコだと思う、キノコです、多分青かな、分かんねえ、多分青ね、お願いします、どういう地形だったか覚え出せないな、そこにいたらもう終わりなんだけど、ちょここでミス、ここで、あ、ダメだね、ここで、あ、結局俺取ったわ、で、ここでいっちゃうわ、ここすぐに行けるからポイントね、ここが肝なんだけど、全然ダメだった、いや、あいつ同じみんなあげいや余裕マジで、あいつだ、あそこで足引っ張ってるぞ、どうしようかな、中間取って絶対大丈夫、こっちが裏のコースだけどすぐに終わらせる、めちゃめちゃなんか変なことだから、ちょっとラグいけど頑張れよ、俺頑張れば何でもできるから、こっちが元のコース多分すぐにゴールだと思うから、ここに適当だからね、右左、多分左だと思う、あのバブルのタイミングは見たから、マリオズエアシップアタック、俺のあの難しいイメージが浸透してる、飛行船さ、難しいっていうイメージ、誰も共感してくれないんだけど、飛行船難しいよね、ちょっと、あざす、こういうゲーム、そう、大丈夫、何も悪いことしてない、大丈夫、勝ったやつが正義、ちょっと待て、ふざけんな、マジで、それはちょっと、ごめん、すぐ行くわ、多分ね、飛行船だから、ボスがある、きっとボスがある、ボスを出させる、俺がなんとかボス出せるから大丈夫、で、みんな死んでるから大丈夫よ、なんだこれ右か、やっぱ飛行船難しいね、こういうのも含めてもやっぱ難しいわ、ごめん、追いつく、ルイージが先か、で、そう、この海坊主って人が確か赤隊だったんだよ、落ち着け、赤隊だけど関係ない、奪い合うなら赤隊ぐらいの、ちょうどお前もう少しこっち来るね、さすが赤隊、やっぱ来ねんで、ね、すぐに来ねん、いや、これすぐ行っとくべきだった、ごめん、なんとかするから、俺ルイージね、俺マリオね、来るからこうやって、いや、奪い合いだけなら、そう、小技とかなら俺負けるけど、あ、奪い合いだけなら負けないんだよ、来いよ、赤隊、すごくない？俺、いや、さすが赤隊なんだよ、やっぱうまいんだよ、変わんない、あっ帰ってた、じゃ、邪魔ね、一番邪魔なやつ帰ってきた、帰ってきやがった、ちょ、おい、掴むのなしね、これから掴むなし、今、一回許すから、これから掴むのなしね、本当にそれはダメ、ちょっと、あ、行け、赤隊、赤隊、何やってんだよ、こうやってやんだよ、こうやって、もうやっぱ赤隊の俺一番だから、ごめん、そう、うぶやけ、そう取ればいいんだよ、取られたら、なんて簡単なゲーム、
簡単すぎるって、多分ね、ボス戦だからこれ終わりなんだよ。行けよ、赤隊。お前そうやって罠に引っかかっていくんだろう。行けよ。行け、俺行かないから。何してんの！お前が取った時のちょっと、ナイス。いや、弱えよ。みんな弱い。赤隊も弱いで、一回また俺だろ。来いよ。また来いよ、早く。勝って終わらせる。勝って俺気持ちよく終わらせよ。ごめん、止めて。俺が、ありがとう。ありがとう。お前ずっとなんかもう空気だったけど、いつまでやんだマジで。わあ！ごめん、なんとかする。え、何これ？あ、まだ全然あるじゃん。ちょっとよっしゃ！スーパーベルヒル。え、これちょっとあそこの階段まさかゴールじゃないか。せっかく1に来たから、それでもよかったらゴールで、マリオが死亡。なるほど。結構スタンダードのコース。なるほど。多分ね、ま、あの猫とかもあると思うんだけど、これ止まる余裕がないから、こう行っちゃう。で、ここもスキップで、土管全部無視してよ。押す押す。ごめん。いいね。で、ここは入らないから、ごめん。なんて、くっそ、嘘。この時間もったいない。どいて、どういて、うぅぅぅぅぅ。間違い探し全問クリアできるかな。なるほど、間違い探しは別にラグも何も言い訳できないから、負けられない。負けられないんだよ。嫌なんだよ。だから間違い探し。お、みんな右に、1個目、お願いします。どいて。はい、1個目な、すぐに見つけよう。はい。でも間違い探し。結構難しいね。え、だってむずいね。むずくね。あ、普通に真ん中か。真ん中、なんかブラックパックのあれが違った。いや、マジか。ちょっとこれ、ごめん、結構難しいわ。いや、違う、難しくない。俺が普通にいただけ。テレス、え、なんで、テレスが入っ、違う、テレスは関係ないわ。マリオなんかあそこ入ったけど、え、そこな、え、ごめん、わかんねえ。マジか、お前らすごいね。ちょっと、次なんか入ったら、ちょっと行かなきゃ、なんか、わかんない。はぁ？戻れた！で、ピンか多分右行ったんだね。これもう、行こっちゃうか、もう。こんなんで。マジで手術。ごめん。あ、今のごめんね。あ、なんか、あ、違う。ごめん。あ、わかった。ブラックパックのコインが、ブラックパックに来い。1の為替ドスの飛びで、スオンプワード。ドスの為替と。なんとか1位に来れた。一番前にいたルイージがすげえなんか投げてきたんすよ。ザマーミラどうしようか。アイテム取ってもいいかもしれないな。ドス、でもこれも走ればいいのかもしれないけど、どうだろう。下か、いや、上か下か、どっちだ、これなんだ、これどっちだ、いや、上かね、下かな。やっぱテーマとしてはドッスンだから、ドッスンがやっぱ、やっぱドッスンが道を開けるっていうところがあっても全然おかしくないんだよな。ナイスナイス、素晴らしい、今の素晴らしい、本当に素晴らしい、絶対誰もできない、俺にしかできない。で、ここはノーダメージでいければ、大丈夫、さっきのでチャラだ、さっきのチャラだ、さっきのスプレーはそれ、なんだこれは、まさかこれ待たなきゃいけないのか。これちくしょう、ちょっとラグいのや、のこのラグなんだ。で、これこいつは何、左が行ってこい、全部ぶっ壊して。いや、関係ないか。で、ちょっとなんだよ、マジか、ちょっとごめん、マジでごめん、ありがとう、マジで俺の代わりやってくれた、俺の代わりしてくれた、本当にありがとう、マジで、もう二度とできない、ちょっと待って、やめて、危ねえ、もうダメだ、ちょっとあれ怖すぎる、ちょっとできない、ちょっとここに、これ欲しい、ちょっとあの追いつかれちゃうけど、絶対取るべき、無理だ、俺絶対できない、あれ回避できないから、取るべきで、はい、頼むわ、でまたやってもらって、頼むわ、ちょ、なんだ、そこぶっ壊して、これでかいわけじゃないもんね、ちょっとでも右にもドアあったし、ちょっとちょ、あっち行って、で、もうちょっとこのバネは果たして必要なのか、一応持ってくけど、もうドッスン関係ないじゃないか。大丈夫、大丈夫、マミ本当に様
ナミを、俺が勝つに、この気まで来て、マジでやめてくれ。終わり終わり、もう俺が決めた、さすがに終わりだろ。ここ入って、まさかドッスン戦があるのないよね。ボス戦ない、絶対ない、ぜ。なんでこいつ勝つあれないんか、なんかいいプレイしてるわ。やったザマフィア、そういうやつだ、そういうことしてるからな。アルチプレイヤー VS ゴーイングアップ、ゴーイングアップ、なるほど。どんどん上に行くようなコース、上に行くコースは僕は何回も言ってる通り落ち着くことで、彼らのためにちょっと開けといて。あー気持ち悪いやつだ、どうしようかな。じゃあ来るんかで、お前行くんかい、なんなのこれ。まあ俺は多分入ってないと思う、空気だと思うから。一番右でよかった、マジで大丈夫。もうそろ、何さ、前もこういうのあったよな。あ、もう間に合わない、マジざまみろし、行くぞ行くぞ。で、一番に入ったな、俺はもうずっとね、パワー貯めてたんだよ。はい、行こう。ごめん、ラグイナみんな一緒、ラグイナみんな一緒なんで言い訳すんだよ。はい、ごめん、大丈夫大丈夫大丈夫。あいつ弱え弱え、あんねん、そりゃそうだよな、あんなやつが強いわけがない。まずい。非常にまずい。まずくない、まずくない、まずくない。いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。ええ。で、ここ頂点ね。はい。左だね、わかる。右だよな、わかる。上見なくてもわかる。左なんでしょ、また。ジグザグなんでしょ。お前の最近のトレンドはジグザグなんでしょ。はい、こっち。で、ここはスタタタ。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 来た。大丈夫。待て。今、勝ちを確信した瞬間。ここ。ここ。ちょっと待って。いや、ラグいよな、すごいわかる。いえ、いやイストリーゲーム風生き残るバトルコース。イストリーゲーム、イストリーやったことあるけど、イストリーゲームをこのゲームでやるのか、マジでよくわからない。とりあえずアカレス、わかられたね、僕のアカレス。ちょっととさ、めちゃめちゃ面白そうなコースだよね。これ、どうの、イストリーゲームをやるらしいけど、俺、果たして誰と戦うんだ？まあ、いつも通りだと多分、隣にいるピンクだと思うんだけど、どうすかね、イストリーゲームよくわかんない。とりあえず入っちゃって、俺がマリオね。で、これ何なのこれ。これ、何これ。すぐに入ればいいの、イストリーゲーム、いまいちよくわからない。すぐに入ればいいってこと、すぐに入るのか、これ多分あれだ、すぐに入るんだ、絶対そうだ。ほー、なるほど、なるほど。え、ちょっと待って、何が起きた、ちょっと待って、ちょっとお前らイストリーゲーム分かってる、何が起きた、誰で、俺はちゃんと勝ったからな。で、これどっちに行くかちゃんと決めてた方がいいよ。これ俺左行くわ、左の方、右に偏ってるからこいつら、はい、素晴らしい。ちょっとごめん、あぶね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 、勝てる、勝てる。ちょっと待って、これ違う、右行くんか、いや違う、下な、下な、下行って、ポッ、で、勝ちなんだよ、これ大丈夫ね、シャー勝った、これ勝ったでしょ、やり直すまず絶対しないんで、これだった、どうだ緊張が抜けないんだけど、これ大丈夫だよな。いや、これめちゃめちゃ面白いコースだったら絶対いいのさ。なんかマジやってほしい。なんかこれ、みんなでバトル、みんなで協力、イストリーゲーム、これ作った方がいい。ありがとうね。競争、とてつもなくシンプルな。あ、対戦用なんだ。なるほど。競争、僕の名はピンクです。お願いします。とりあえず分かられることを最優先にして頑張りましょうか。できれば、うん、一番下がいい。これ多分、下からジャンプして上のところに割り込むとか。キモい！おい、俺が道開けてんだろ、お前！ランウェイチャレンジ。ザ・ランアウェイ。なるほど。土管に出て、そこから、土管に入って出て、出るコース。なるほど。ちょっとどいて。ここでそんな争ってる暇はない。僕の3位です。ところだけど、あ、抜かれちゃうか、これ抜かれちゃうか、これはよくわかんねえな、この仕様。なんで人を踏んだら自分が遅くなるんだ、踏んだ側よりも。ただこれでかくなってるおかげで行きづらくなってる。きた。ね、よし、欲しいところだけど、いらん。あ、これで僕のに
ならないのか、それ、ならない、あー、取れ、取ろうか、取っちゃって、これ、大丈夫、上いけるね。で、ザマミノ、よし、結構、余裕あるんで、その余裕で、余裕でいけよ。大丈夫、勝てるから、絶対勝てるから、もうそろそろ、そのどうすんわ、水中遅いよね、そう、遅い、遅い、遅い、大丈夫、大丈夫。俺が道を作ってるみたいな、大丈夫、上は結構きついよね、そうだよね。おい、止めろ、そいつ止めろ。ナイスだ、ほんとにナイス。ただ、勝つのは僕ら、何かで、わか、何かで返すとき、勝ちは僕だ。ウィス、ゲットザキーズ、鍵を手に入れろ。わかりました。鍵を手に入れる。まあ、鍵の手に入れる、鍵の奪い合いは、マジで、そこら辺の人よりは結構自信があるので、お願いします。僕の青です。その、レースとか、そういうなんか、みんなでバトル系の、そのなんか、もうそう、よくあるじゃん、レースのやつ。レースのやつは全く持って自信ないんだけど、その条件だけだったら、結構人の対等に戦えるから、安心してみてください。僕の名は青です。緑のカエルさん、俺の青。で、この時どうなんだろう、鍵を奪い合いって言ってたから、やっぱり同じところに入るんかな。ここに来てレースとかないよね。僕の名は青です。ストーン。どうなんだ、なるほど。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 これめちゃめちゃ面白いコース。めちゃめちゃ面白い。これ1対1すっげえ面白いコースじゃん。すっげえ。マジで面白いコース。どうしようか。ここに結構強ポジだと思うんですよ。さあどうする、どうする。もうね、あまたの経験を積み重ねたら俺に勝てると思うね、お前。若造がこれ、こういうことなんだよ。こっち来いよ。はい。はい。はい。あれが？ん？あいつ、俺に勝てないか、勝てないからってもう、あいつもうやめちゃったぞ。素晴らしい判断だと思う。あっち行きやがった。いや、素晴らしい、素晴らしい判断だ。お前、お前でも勝つと思うぜ、お前。お前勝つと思う。すごいな、あいつ。もう勝てないからって諦めた。すごい、すごい。でも、ザ、俺の相手は、誰なんだい、誰なんだい。まだ争ってるのかな、こっちに来ないってことはまだ争ってるのかな。お前か、ルイージも死んじゃったわ。こっち入って。ここでまた争うと。多分先に取った方がね、はい、強いと思うんだよ。どうしようか、どうしようか。このね、これ、お前やっぱさすがだな、決勝に上がってきただけあるわ。ただ残念、惜しかったよ。若いんだよお前は。もう少し経験を積み重ねるなら、若いんだよお前、才能がある。ただ若い、もっといろいろ経験すべきだ。さあ来いよ、来いよ。ぐる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 、はい、ぐるぐるぐる。おい、遅いんじゃないの、遅いんじゃないの。止まって見えるで。落ち着こう、落ち着き。俺には足りなかった、足りないって赤谷のほうが言ってた。お前370秒そうするつもりか、お前さ、付き合ってらんねえんだけど。ちょっとさ、それどうすんの。そこにいたらって無理だよな、どうしよっか。そうだよね、それが一番強いわ。どうしよう、いやこれちょっと待って、どうしようこれ。いや、やり直、ワンチャンやり直した方がいい説もあるぞ。これだってもう無理じゃん、どうしよっか。とりあえず上に上がって、もうもみくちゃで、いやこれ運に任せんのあんま嫌なんだよな。お前勝てないからって運に任せたらクソめ。じゃあ行くか、とりあえず仕方ない、もう来ないと思うから。結構待ったけど多分動く気配ないんで、ちょっともう行っちゃいますか。運に任せて、あんまり良くないと思うんだけど、多分こいつも痺れ切らすことはないと思う。もう仕方ない、もうこいつは運でしか勝てないと思った。カスなんで、そんな奴に負けるはずがない。行くぞ、もう運です。もみくちゃ状態で勝ってほしくない。行くぞ。もういけない、うわどうしよう、これもういけねえぞ。だってもうさっきアバーチで危なかった。でもなんかさっきの俺いけたんだよな、なんか上連打すればいけたけど、いきます。ごめん、本当に適当コースなんで、適当コースなんで別に負けても勝っても悔しくない、嬉しくないので、まあ別にもうこの勝敗はどうでもいいので、次の試合に備える。それが一番いいこと。僕の名は青です。入らない！はぁ？ごめん。右上にある、つまり鍵を取って入ればいいんだけど、待って、これさ、こことかにスターがあったり、そんなことはないか。どっかに多分スターとかなんかあると思うんだよな。で、投稿者もなんか、多分ね、印みたいなのつけてあるんで、あると思うんだよな、ね。投稿者しかわからない。なんか、印みたいなのつけたって、そこにスターがあるの。待って、これワンチャンさ、これ、もう一回死ぬは死んで。おぉ！あ！違う、もうこっち行っても関係ないよな。こっから出てくんか。これ、クソ長えコースだ。クソ長えコース。で、とりあえず鍵取ったら、どっちでもいいから、入れば、絶対ゴールできるから、もう、とりあえず、鍵、いやあいつら俺に任せる気か。そうだね、こっちで奪った方が、こっちでずっと投げた方がいいかもしれない。これ普通にこいつは強え。ナイス取って、
って、で、フラワー来ても、取らせないわ、取らせない、取らせない、取らせないで、で、ちょっときつい、きつい、きつい、一回こっち行くか、こっち行って、一回フラワー取ろう、フラワー取って、誰が取ってんだよ、あ、そのクリボーじゃない、クリボーかと思ったんだけど、そのクリボーじゃないんか、だとしたら、誰ですか、ちょっと、いいね、いいね、いい立ち前じゃない、これ、クッパー、はいはいはい、ちょ、早く、もうチャンス、チャンス、チャンス、すぐ取って、協力しましょう、何言ってんだ、俺に言ってんのか、マスカ、最後、長いって、フラワー。誰？誰？あ？はあ？俺こんな頑張って、ちょっと待って、お前左にいんの？いや、待って、右が。なーにそれ？ねえ、嘘でしょ？ねえ、なにそれ？ロペラパニック。ロペラパニックか、これちょっと、お前ら一人一個だかんな。取んなよ。プロペラパニックって言ってるぐらいだから。んとか一個取れたけどよかったけど、みんなやっぱ一個、待った。終わる、終わる、うわっ、え、あ、待って、なにこれ、土管に入るわけじゃない。で、ボム、なんかぶっ壊さなきゃダメだ、これ。あ、なるほど。そこか、そこか、そこ。いや、待って、これ行くべきじゃないか、もうあいつらが絶対行っちゃうから。ちょ、行け。一回ぬ、戻って、で、そこです、ぶっ壊すじゃん、まずぶっ壊せ、俺のためにぶっ壊せ、俺がゴールするためにぶっ壊せ、で、ちょっと待って、これ終わっちゃった。さて、はい、壊せよ、もうピンク来ちゃうから。ピンクも、あいつも乗ったんか、お前乗らないんか、お前乗らないんか、どうすんの、これ絶対、開けさせた方がいいよね、これ自分で開けるよりも、開けさせた方が絶対いいと思う。あ、いや、どうしよう、これ脱ごうかな、これ脱ぐわ、ちょっとお前らやって、お前らやって、いや、これや絶対やらせた方がいいよね、どうだろう、いやもうこれわかんねえ、どっちの方が有利なんだろう、ピンクはどっちなんだろう、ピンクはやる派か、やる派か、ちょっとやばい、いや待って、これ左から、みんな来やがった、来んな、右だ、やばい、右で、おいタイムアップだけやめてね、もうそろそろやろう、もうそろそろいい、もういいよ、早く、やれ、いや、これいけな、それ、今ならいけないよね、それまだ、待って、いける、それいけるんか、ごめん、俺マリオのこと全然知らなかった、ちょっと待って、これ左、お前そこでやってて、で、俺、左、争っとけ、そこバトルコース、ド直球なバトルコース、タイトルバトルコース、もうタイトル好き、直球のやつ大好きだから、僕の名はルイージです、どうする、譲んねえぜとか、いけ、気をつけろ、行け、僕の名はルイージです、緑の髪の毛、俺のルイージ、ね、どういうことか、あっちに鍵があるから、お前さ、やったーなんて1ミリも思ってないからな、ルイージですお願いします、今のところ1番、こうスタンでして、たまに来て、ごめんマジか、くっす、もう降りたと思った、土管に入ってなんか鍵を取るところがあったよね、だからあぶね、追いつくところは追いつく、すぐ追いつく、レンダルさつける、もうさっきのやつ全部レンダル返すわ、これ変えていいんだね、食らって、で、すごいな、ピンク、あいつ、違う、ピンクがすごいんじゃない、ピンク、あれ、邪魔した方だよな、全然すごくね、マリ、青がマジでかわいそう、はい、なかなかやるね、お前もレンダー、はい、こっち、死なないよな、大丈夫、OK、ジャンプ、で、ここジャンプしながら早い、ジャンプしながら、で、この先が、鍵があったんで、なるほど、え？何その時間、何その時間、この先はどう、くっしゃー、ミラートラックススケートローリム、右のところにもありますよってこと、右のやつにも透明ブロック、ここかな、ここら辺に、え、なんかその隠れてる方になんか、あ、なるほど、あ、なるほど、そうやって隠しブロックやってる、なるほど、じゃあここの隠しブロックもやっ、まっすぐに大丈夫です。すぐに終わるようなコースではないので、結構、そうね、右にある。いや、それ、すぐに行けるようなコースじゃない。すぐに行けるようなコースではないので、ここまで入って、まだ多分できてない。オッケー。
で、何回目で終わるんかな。でもここですぐ終わるとは限らない。俺マリオね、マリオすぐ終わるとは限らないけれども、一応行きたいね。2番とりあえず2番全然いいでしょう。多分3回ぐらいあるんじゃない。5って書いてある。で、これはどこで押すんだ果たして。ちょっとこれ危ねえな。で、あそこか、そこで押してもらって、あーボム兵で合ってると。ただこれね、多分このゼロ距離、一番近い距離にいると多分爆発で死ぬんだよね。だからこいつ殺すわ。いけ、死ね、危ねえ、死なねえ、死な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 、ど、ど、わかんなかった。これは三角、もう丸も使わないけど、まず三角を、これ面白いコースだけど、これ右元にあんまり向いてねえな。こっちが、はい、ナイス。で、そこで開けての、うわ、これあれ、なんか良くねえな、これ良くないよね。すぐに戻らなきゃいけん。で、これは、ここに行って、中間なんで、中間の意味ちゃんとみんな覚えてる。中間っていうのは中間って意味だからね、オッケー。で、こうやって、土管か、ってことは、土管、ここが裏のコースなので、まあ、最後に土管に入るところがあるってことだけ頭に入れて、それだけ頭に入れてから全然強い。で、俺はどこだ？あ？あ、俺入ったんか？入って。じゃあなるほど、あのブロックのせい出られなかったの。これ、ま、出られるか、出られるか、出られない、オッケー。で、こっち、死ぬ。あ、危ねえ、こっち。何回あるんかな、これ、4つやって、で、4つやってからの中間があったね。つまり、だとしたら、そのセオリーとしたら、多分4回目で出てくると思うんだけど、で、ちょっとあっち移動したいけど、ちょっとこいつ踏まれそうで怖いから、ちょっと、大丈夫か。これ、全然出てこないじゃん。ナイス。さっきの爆風みたいにならないように、誰かを踏んで、この位置、この位置キープして、この位置をキープ。理想だわ。で、また、あー、ここで終わりだ。じゃあ、今さ、すぐやんね。すぐやった方がいい。絶対そうで。ちょっと、出て、どここれすぐやる、すぐやった方がいいな。ピンクがいないうちに今やっちゃおうで。うわ、素晴らしい、あ、勝った、ありがとうね。無誘括弧は、おそらくっていうか、もう絶対適当なコース。もう俺と同じ匂いしかしない。もう適当だけで生きてきた人間の匂いがします。僕にはわかる。ただ、嫌いではないよ。嫌いではない。適当だから悪いってはそんなこと、絶対言ってないからね。俺は、お前のこと、バシだ。マインクラフト Wii U エディション。マインクラフトのさ、Wii U やったことある人ならわかると思うんだけど、なんかミニゲームっていうのがあって、これなんかパソコンとかのやつには入ってないんだけど、なんかミニゲームっていうのがあって、そのね、雪合戦みたいなのがあったんで、それでなんかね、雪を当てたら、雪を当てたら、なんか、ごめん。雪を当てたら、なんか、もうこの味いいか！雪、まあ、どうでもいい。90名集めなきゃいけなくて、雪の話して、雪合戦っていうモードがあって、それがね、マジで面白くて、ずっとやってたっていう話をしたかっただけです。以上。で、90枚、俺何枚集めたか分かんないので、敵も倒してるから、それもスコアに換算されちゃってるから、スコアだけを見るのはちょっとダメだね。これは、こっち行って。どうなんだろう、先にゴールを見つけるのが先にいいのかもしれない。50コイン、すごい稼げた。あー、これ、取っとくのがいいかったかもしれないので、取っとけば、ちょっとね、これどうしようか。多分これ、こっちが裏のコースだから、こっちが表のコース。なるほど、どうなる。いいね、いい地形だぞ。いい地形だね。これは、あぶねえ！あいつは来たか。すぐに来て欲しかったんだけど、あいつはダメか。どこでしょうか。いや、そこだよな。やっぱ、ね。来やがったな。はい、ありがとう！点。USA マリオがバカ欲しいが、赤コインが3つってことは、まあ、そうだね。でもこれ、散々俺騙されてきたからな。もう必要じゃないことが。多分これ俺が取れると思うんだよ。絶対そうだね。で、よく見えなかったけど、それこれむずいよな。これ、どうすか？ちょっと。それで行かなきゃダメ。ちょうど行けるんか。オッケー。ちょうど行けるっぽいんで。はい、よかったよかった。で、お前らがそうやるなら、じゃあいいよ。俺もこうやって行くわ。下で。はい、ナイス。ちょ、ごめん。マジごめんね。ありがとう。で、赤コインなんだよな。それがもう、必要なのかどうか。それが、とりあえず気になるんだけど、まあ、とりあえず、どんどん先に行って、必要臭いな。必要臭いので、あれこれか、アイテムをいっぱい取って、てかこれはダメなの。てかなんか俺なんかいろいろ崩しちゃった。あ、でもそれ変わんないか。これをこっちに行って、で、2個目を取ると。2個目を。俺取れないから、あ、なるほど、こうやってダメージを食らって、フラワーになり、スン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 と、で、次、あそこあったよね。あそこが三つ目。ちゃんと使える、ちゃんとやんなきゃいけないこと、どういて。何もできないでしょ。どういてよ。ここの位置はちょっと渡さないして、ただそうなんだよ。鍵取ったとしてもって感じやね。多分俺だと思うんだよ。ああ。行く？一応、これ、被れるのかな。はい、来た、残念。来た瞬間に行くわ。
あえて上ジャンプしないっていうのが来てもあるんだけど、ちょっとごめん、あちょっとあったね、これどうしよっか。違う待って、これさ、あそこどこ行くの、鍵どこあったっけ。そこじゃないよね、そあのタルマで多分左だよね、どこだったっけ、俺ちょっと忘れちゃった。どこだっけ、あれどこだっけ、え、あれどこだっけ、ちょっと待って、あ、どこだっけ、ちょっと分かんない、多分ここら辺にあるじゃね、あれないっけ、え、ごめん見当たんなかった、多分どっかにあったんかな、ごめん見当たんなかった、え、どこだっけ、あった、あっちに、ちょ、もうガチガヤクだよな、ちょ、ごめん、もうちょっと待って、どこにあった、え、なくねえか、ちょ、これも渡していいよ、渡していい、あ、いいよいいよ、で上にあるかな、あ、待って、あのさ、あっちのドアさ、結局これ調べてないんだけど、多分あそこに繋がってるとは限らなくね、それ上、え、なんもないよね、なんもないよね、え、これ見逃してたか、見逃してないと思うんだけど、ちょっとなんか、ちょっとさ、あの、お前すっげー死んでほしい、ちょっとお前なんもできないじゃん、ちょっとマジでやめてほしいんだけど、ちょっと、え、やり直せよこいつ、何こいつ、ちょ、どいてどいて、ちょっと閉じ込められたんだけど、ちょっと俺やり直す、じゃあこれやり直してる間に上やっぱ、あ、繋がってるか、あいつナイス、このままいいか、これで決めるわ、ちょっと今チャンスなんで、ただ上に行ってるやつがバカ強い、ちょっとどうしよう、これどうしよう、あ、大きい、ねえダメそれ、ちょっとだね、同じことやっちゃうよ。ホットでクールなストリート、ホット&クールストリート、ホットでクールなストリート、まあここはクールだから、多分ね、土管とか入ったらその先はホットになってて、そうね、そのホットとクールを行き来して1コースだと思ったんだけど、ちょっと俺が今なんでこうやってテンション下がったかっていうと、赤コインが見当たったんすよ。赤コインが見えたってことは、もしかしたら赤コインが必要かもしれないんで、ってことは、もし必要だったらこうやって戻んなきゃいけないから、あそこ取ってなかったからね、取ってなかったからそれ戻らなきゃいけないんだけど、そうだね、でも、いやでもちゃんと作ってあるからワンチャン必要そうだね、でも必要じゃない可能性もあるから、そう、こういうの何回も出されてきたから、もしかしたら必要じゃない可能性もあるから、とりあえずここは、突っ走って、あのルイージ、あれどうだった、ルイージなんかチビ状態じゃなかった、チビ状態だよね、あー、おい、あの大体 2,3 秒ぐらいの、まだ全然惜しくない、でここは取るかと、ここでちょっとさあ、猫はすっげー機動力上がるけど、そう、これ惜しかった、ナイス、ね、猫全然いいで、ね、猫取ったとしても、あのアイテム取ったとしても、その溶岩は一発死なんで、死んだよな、俺見逃さなかった、あぶねえ、で、これどうする、赤コイン必要だったらどうする、これ、それが嫌なんだよな、赤、1位で来たとしても赤コイン必要だったらそれめちゃくちゃ嫌なんだよな、その戻んなきゃいけない、なるほど、こいつを、ポンと、とりあえずここは、ひどい、1番だけど、必要だったら必要だ、もう必要じゃない、必要だ、いや、分かった、マリオズジョニー 16A インサートドリーム、コイン112番、とりあえず、こんなにキノコあるんだから、とりあえずキノコは取っちゃって、で、鍵はこれ必要なのか、赤コイン必要なのか、とりあえず、わっけわかんねえコースなんで、とりあえずね、まあ、ダメージがかからないことに越したことないんで、とりあえずこの、これ絶対上の方がいいかもしれない。あ、オッケーオッケー、いや、繋がった、オッケー。で、やることはただ一つ、とりあえず、あ、取られちゃった、何やってんの俺、とりあえず、コイン112枚、すべてで書いてたね、で、すぐに集められるものではないので、え、そんな気持ち悪いことしなきゃいけないの、嘘でしょ、それ。ね、だるすぎんだよ。で、これさ、水中で、踏むのってすっげー難しいの。マジで、どけーよ、お前ど、難しいので、112枚目を取るのが一番いいんだけど、そんないい話はないのか、もしかして。何や。俺、ピンクね。うん、俺、誰だ、俺ピンクね。あそこ入りやがったやつもいるけど、これね、1枚も取り逃してダメだと、112枚目取るんだとしたら、いや、これさ、多分ドアとかいろいろあるけど、多分ね、ここだけでいいと思うんだよ、112枚。どうだろう、数えときゃよかったな。ごめん、1回キノコ摂取するわ。ちょっと邪魔だな、お前ら。で、ターン、ターン。と、ここで、え1回摂取、1回摂取して、ちょっとか、待って、赤コインもコインって入るかな、赤コインもコインに入る、ちょ、危ねえ、ちょ、くれてマジでありがとう。で、赤コインもしかして必要なのかな、だっね、
それ持ってるの強いね。早いね、それ。いいね、それ。ちょっと、真似させて。早いね、これ。どうしようか。赤コインももしかしたら、これはさ、これ、この持ったままこれ、入れないのかな？入れないのか。これね、どうしようかな？あのね、下、俺下行ったけど、下全部多分取ったと思うぞ。取ったっけ？でも生きることに必死になってあんまり見てなかったから、もしかしたらなんか見逃してるかもしれないけど、どうする？あ、多分赤コインがね、あそこの、まあ、まあ、その赤コインがどうとかは別に関係なくて、とりあえず、奪うわ。このノコノコ取っといてマジでよかった。で、どこにいるんだ？これなんかドアとかにいたら、こういう瞬間にされるから、ちょっと、ここら辺でスタンバイしておきたい。どこにいるんだろう？あいつらわかんねえな。どこにいるんだろう？わかんねえ。あいつどこにいるんだろう？こうやって左に行って、奪いに行こうと思ったら、なんかドアに入られて、こっち、ここに、これスタンって来られたら終わりなんだよな。どうしよう。行くべきか？でもここまでドアに入らんってことは、やっぱりそういうことなんか、ずっとなんか、ずっとなんか上下上下でなんか争ってるぞ、あいつ。一回行ってみる。でも、ノコノコだからすぐに行ける。ここ、どこにいるんだ、お前ら。どこに。何してんのさ。ちょっと待って、ノコノコも捕らえちゃったし、どうしようか。何してんの、お前。あ、なるほど。こうやって帰ってくんの？待って、じゃあさ、お前ら瀕死状態なら、で、あって、ノコノコとか、もう、ぶっ放して、それで倒せたんだけど。ああ、なるほど。じゃあ、もう地獄の始まりだ。知らないよ、そんなこと。殺せ、そいつ殺せ。やっちまえ、マジで、マジで。ちょっと待って。ちょっと一回こっちに移るわ。多分ノコノコは今のなくなった。こっちから、ごめん、ほんとごめん。多分ね、もう死ぬことはないと思う。死ぬことはないというか、もう多分敵はそこまで難しくないから、ちょっとアップね。よかった、通らなくてよかった。マジでナイスかな。ただどうしようか、これきついよな。まず絶対これ奪えないんで、奪えないから、あいつが降りてきた瞬間にどうする、どこで来る。アギオトリゴール目指せ、運要素あります。で、他の人は、ってなると思うんだけど、実力も何もクソもない僕は、運でしか勝てないので、嬉しいです。死んでください。もう君は無理なので、死んでください。スタートからやり直してください。今チャンスじゃない、どう、今チャンスじゃない、まだ良くないか。来た、行けよ。ええ、とりあえずここしか入れないよね。で、コインがここに、はあ、運とかクソだね、マジで。どうしよう、あいつがちょっと一人で行ってるんで、どうしましょうか。非常にまずい。非常にまずいんだけれども、もう、あそこの時はどうするんだ。ちょっと待って、スターでさ、あそこ殺してくんねえか、こいつ。ちょっとダメか、あいつもう消えちゃったよね。ここのトゲゾウだってどうやって行くの？待って、ドアから出た瞬間って無敵時間なんで、無敵時間で、この無敵時間で行っちゃうか、これ無敵時間で、はい、行っちゃって。で、ピンクは死んでいる。なるほど、これは。あ、これ。で、はい、一応入りましたけど、ここにアイテムが、いや、もうなんかあんま良くないかもしれないけど、鍵、なるほど。で、ここコイン何枚目だ、2枚目、多分2枚目だね。1枚取ったからで、運要素って言ったらこれか。あえての奥行っちゃうか。俺毎回奥行ってんのあんま良くないかもな。合ってんのかどうかも分かんないのが一番怖い。で、はっ、ちょ、あああ戻んだけか。行こうか、行こうか、じゃあもう。で、入って。くっそ。くっそ。戻れるか、俺。戻れるかな、どうだろう。戻れるかな、俺は。いや、戻ろう、頑張ろう。いや、なんか、誰もいねえぞ、これ。いけんじゃねえのか。いけんじゃねえのか。来やがったな、てめえ。あんま時間かけてもよくない。どうしようか。うわ、うざい。うわ、うざいね。こいつ、ほんとにうざいね。どうしようか。うわ、どうしよう。マジでどうしよう、こいつ。
巻巻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 、ああれが全部竜巻なんで、上まで多分上まで、あれブロックあれが多分上まで風が来ると思うんで、まあその竜巻の風を利用してうまくいきたいところなんだけど、竜巻ってなんか難しくないか、絶対なんかすぐに行けないんだよな、なんかもたついちゃうんだけど、その前にこのラグだ、どうにかしろ、誰だ、抜けろ、で俺マリオね、どうしようか、この右にどんどん行くやつでいいのか、なんか右にもさ、あの竜巻の部屋がここにあるじゃん、この部屋の隣にもなんか、なんか部屋があるけど、あれは何を表してるんだ、で、あの話すことが何もなくなった、ちょっと待って、早くしてくれよ、俺が間を伝えてたの、俺ちょっと汲み取ってくれるかと思ったら全然直してくんないやん、何してんの、話すことなくなっちゃった、なんでタイミングを許せねえ、ちょっといいか頑張って、協力しましょう、ガチそうだよ、なんていうか、こんなネワーウィル1の1リメイク、1の1をリメイクしたコースではないね、どうしましょうか、でも1の1って言ってるからにはやっぱりスタンダードなコースだと思うんで、このまま右に突っ走っていきましょうか、あの敵がちらほらいるけど関係なしに右にどんどん突っ走る、アイテムここでこんなところ取ってたらもう赤タイなんて夢のまた夢、絶対取らない、我慢しよう、こんぐらい我慢しよう、嫌なことから逃げ続けるんだ、ごめん、やめてなんかあれ取らない、あーここで、うん、あー取ったのがよかったかな、やっぱアイテム取ったのも、あの逃げじゃなくてマジでアイテム取るのも、あの攻めとして使えるから全然いいんだけど、で待ってこれ絶対追いつける気がする、ダメ、諦めんね、絶対いけるから、鍵が必要じゃありませんように、ちょっとやめてよ、ちょっとあげる、お前もうあそこピースチガチで誰がピースチ取ったやつ、俺どっちラインランド。スタンダードなコースってことでも、できることは右に行くことだけ。アイテムも取りたかったぐらい、しぼ、あんなやつ、ピンクみたいにならないように、ちゃんと周りを見て、ここ大丈夫。今のちょっと危なかったね。もう、土管には全部パックフラワーが出てくると思って行動しなきゃダメで、さっきのちょっと本当に危なかった。出てこなかったからよかったけど。落ち着け。いやー、ここで絶対アイテム取れると思った。ここ入んないよね。いや大丈夫、これはもう大丈夫、ちょっと崖にビビりすぎてるな、壁キックできるのに、よし、で、なんだこれ、もう行く場所いっぱいあって、なんだこれ、パクフラーも パクフラーも多分出ない、で、出ないか1&1 の2、1の1&1 の2、なるほど、このラグに関してはもう仕方ないので、もう何も言いません、1の1と1の2があるってこと、つまり治ったし、この時間見た感じ、普通に本家の1の1だと思うんで、多分1の2も本家のコースだと思うんだよ、いつも通り行こう、大丈夫だ、で、あそこのショートカットは何のブレーキをしやがったんだお前、マジで迷惑すぎんだよそのブレーキ、自分も遅くなるし人も即殺する素晴らしく良くない行動で、僕は青です、頑張りましょうか、ちょっとあいつがまだちょっとまだいる、中間取るんかお前、マジかよ、こういう上じゃないよね、こっちが入って、まだまだ追いつける、全然見えてる、行くぞ、まあ、若干違えな、よーし、ざまーみろ、バカだ、マジでざまーみろ、違うぞ、あいつのミスじゃない、俺が圧を出した、そう、圧だから、精神力なんだよ、一番それ俺が分かってる、大丈夫、勝てる、本当にこのタイミングやってきて、一度に、よっしゃ GG1、 うーわ、1マスをみんなで争いとやってやろうじゃない、てか待って、ピンクも死んでるね、ピンクも死んでる、オッケー、じゃあゆっくり行きましょうか、結構チキチクなコースだと思うんすよ、ぶんね、こっちは、はい、はい、行きましょう、はい、だね、で死んでるね、みんな死んでる、全員死んでる、つまりあいつらが行ったけど死んだってことは、いやむずいな、で重すぎちゃ大丈夫なのかこれ、ちょ、あっべ、ナイス、あれ、いや来やがった、気持ち悪い、マジかこいつ、来やがった、どんどん行っちゃうか、いっちゃう、多分ある、いやでもコース信じるのも危ないくらい、中間取らして、待って、一回じゃ絶対中間だ、あいつ取ってる、素晴らしい勇気、絶対見習おう、あいつマジか、取らないのマジ、お前多分勝つと思う、お前勝つ、いやおめでとう、こいつにはかなわない、アンダーウォーターエアシップ、なるほど、氷っていうのはすごい気になるけど、そんなに深い意味はないでしょ、ここに入るのか、果たして君らは右に行ってるから、ちょっと僕も行っちゃうかな、ドアに行ったあいつはすげえ右にいんじゃん、え、それない、右あるまだ、いや知らないよ、ゴールあっちに、いやあいつ信じてまだ右に行ってるやつはいるけど、あ違う、普通にあれなんか俺の画面側に聞いてるけど、こいつも左に行ったってる、マジかよこれさ、マジで俺勝ったの、で多分ドアが多分あそこのさっきの青が入ったところ繋がってて、で鍵そこに入るとか
かな。え、鍵は、絶対近くて、そしてそこには入れないし、なんだ？何かが、いや、まあ、そこは絶対入れないんだよ。で、いや、違う、右なんもなかったよね。マジでなんもなかったよね。で、ドア調べてみる？ドア、あ、なんか、あ、ここじゃん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 。あ、でもさ、知らないよこのコースが。待って、まだあんじゃ。マジか、マジか。下にあるし、下にある。なんだよ、なんだよ。これ終わった。もう、わかんない。なんだ、え、で、ここは何？またかよ。で、フラワーのお前、バカ強えな。これ、上説はない。これ、上行ったら戻れないな。その、なんか、白いあれで阻まれちゃって、下に行けないから、ちょっと、一回、こっち、ちょっとさ、お前、あ、フラワー、あん？どっから取ってきた？そこら辺にあるんかな？ちょっと一回じゃあ、これ取ったなら、多分、2回目だよな、2回目。で、ここに行くまで時間かかるけれども、多分、死んでるまで結構時間、ダメージかこれ行っちゃう。ダメージかこれ。次、行く。どっちじゃあ、キラーに当たって死んじゃえよ。そうか、ゴールキーパー。俺、フラワー取りに行きたいんだけど、ちょっと、ゴールキーパー頼んでいいか？ちょっと、フラワー取りに来て。こいつダメだった。じゃあ、一回じゃあ、フラワー取っちゃっての、あ、マジか。こいつ。下のキラーがめちゃめちゃいい味出してる。これ、フラワー取りたいところだけども、これ、いっちゃう。勝った。ちょっと、フラワーちゃんのキラー。勝った。まだ。か、もうないだろ、さすがに。まっさピンチだよ。うわ、何この、もう、とんでもなく、もう、性格悪そうなコース。誰も取らねえな。で、ルイージの、あれはもう、ルイージのあれは、ま、何もリアクションしません。絶対やり返すんで。一番のやり返す行為は、勝つこと。そう。何回も言ってますよね。勝つことが一番の復讐。はい、どいて。さあ、誰が行く？誰が、でもこれさ、どうなのかなこれ。ツイスターズ1-2。何やらすごいコースだ。これどうしようか。とりあえず、敵はそんないないっぽいから、なんか、あえてます。いるん、危ない。取れたが、うん、そうだね。多分ここしか行くところない。上に移動。どんどん上に行くようなコースなのかな。ちょっと一回待って。左もあったけど、ちょっと見えてなかったのがすごい怖いな。これ上なのか、また。右。どこだと思う？これやべえな。あ、これなんか、セキュルト臭くないか？どう？なるほど。上は開いてないと。まあ開いてないので、ちょっと待って。あっちになんかある？見えないな。多分なんかドアとか多分あると思うから。ワード 2-2。ワールドじゃなくてワードでしたね。すごい間違えそうでした。僕のはピンクです。とりあえずこれは上に入るのかこっちが入るのかどちらなんだろう。こっちになるほど。上もなんか、上も多分ね違う。普通に風だと思う。僕のは。なんで俺が最、あ、お前トルハか、マジか、ちょっと、いやいや、3位です。とりあえず、この、イカとか、うん、どうだな、そんなにいないから、やっぱこれ、これ、そうだね、アイテム取るのは絶対なしだな、敵がいないんで、もうこれもどんどん突き進まなきゃいけないんだけど、ただこいつらが先行って、これね、水中ってマジで追いつきにくいんだよな、これマジ難しいわ。ぷくぷく。いや、もう、飾りぐらい、敵としてなってないぞ、お前ら。飾りとかしてんじゃねえか。くそ、ちょっと引っかかった、マジか。ナイス！うわぁ！ナイスじゃない！うわぁ！大丈夫。ゲスト、お前死んでる。ちょっとね、マジ来てほしいわ。いや、ダメか、これ、無理か。でも、土管入って出たら終わりなんで、こっち裏のコースだから、多分その先にすぐ土管が。あって、もうブレーキはできないわ。いやぁ！なんかせえよ、お願いマジで何もせえ。はい、マリオクラフト4ザ・ネザー。マイクラをやるらしい。ちょっと、あいつ、なんていうこの、モグラのこいつなんていうんだっけ、こいつさ、いや、そう、結構早いんだよ。あんなに、数がいたらちょっと怖いけど。なんとか生き残る。あぶね、よかったよかった。ありがとう。今の判断っていうか、もう、マグルだけど、待って、やり直しませんかって言ってるから、あいつら積んだんね。あいつら多分積んだから、もう絶対死なないでしょ。俺だ、もう死んだら絶対、俺も積むから、ちょっと、アイテムとかあったら、
なるほど、今やめようぜ、今やめよう、今やめよう。でもあいつを殺したらもう終わりなんだよな。すげえ殺したい、すげえ殺したい。待って、ふんだよ。ちょっと多分その下に、なんなんだあいつ。で何がしたいの。で早く行こうぜ。なんなんだお前。ちょ、殺していこいつ。ギリギリ出すぞお前。ROB ジャイノマイト&スタックアップ、コインを18枚、僕の名はルイージ。んどうしよっか、そこのアイテムは何が入ってる。まずちょっと、いやなんかいいか、先にそっちよりも、あーそれか。じゃあ待って、え、あどうしよう、これ何が正解だ、これわかんねえな。これちょ、あのとりあえず、ん、いや違うんだ多分これ、あの集めてで、あの戻ってくるじゃないかな。でも下から上がってこれるかな。いやこれ多分戻ってくるコースね。一回こっち見ろ、あの上に上がるあれなんだっけ、あのなくなってんの、何お前、もう一回来いよ早く。この上が何やってんの、どうなってんの。右に行くための、あーなるほど。じゃあやっぱ土管、上にも土管あったらこれ上からワンチャン来るから、やっぱこっち来て、来た方が正解。え、やっぱこっち来て正解だった。で何これ、これ何、こっちもこれか。で、そっちにゴール。なるほど。じゃあ、あの、こっちにいるわ。多分、どこの土管から来るか分かんないけど、多分、上にもあったんで、そう、どっかに来るか分かんないから、どっから来る、どっから来る、どっから来るか分かんないから、そうね、ここら辺で待っとくのが一番いいと思う。だって、ジャンプしてくんねよ、お前。うわっ、あっ10秒スピードラン。60、もうスピードランは完全にも一人用なので、できれば一番前に行きたいんだけど、でも見た感じすっげー難しいコース。60秒、本当にきっちりのやつ、あ、でもどうなの、きっちりのやつなんかな。でも、どっちにしろとりあえずやるべきことは右にとりあえずできるだけ前に行くのがいいんだけど、こんなところでぐちゃぐちゃやってんのが一番無駄だと思うのは俺だけが。僕の名はアオレス、2番に入ったけど、まあ、マリオが死ぬことにかけて、死ぬてか、あの、なんか、もうなんかあいつがミスするのを待とうと思ったら、ミスしたら俺がなんか遅くなったんなぜか。あれはブブーだね、ザマーミの教えてくれてありがとうね。なんだ、お取ってくれんか、全部取れ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 。邪魔くせ、これワンチャンあれかスピンジャンプで取れるかな。いや一回、お一回落ち着け、一回落ち着け、おー落ち着けて。49秒、このラグの中とりあえず。ちょっと待って、お前はさもう入れないんだからさ、どきなよ、どきな、もうさ、もう助けて、助けて、ちょっとどんだけ、もうやり直せ素直に。お前ちょっといけねえし、このラグだからもうきち、あいつすごいね。まあ見は言ったんだけど、もう無理でしょ。ピンクがものすごく言ってるもん、俺らがこんな情けないことやってる時にもうどんどん先行ってるからもう無理だろ。でもワンチャンまだ分からない、その、なんだお前、いつまどんだけ俺らのこと邪魔すればお前気にす、気にする、まだ、あそうだね、分かんないね、まだ、あの針でワンチャン死ぬ可能性ね、まあ、いかないか。あいつスピードランのくせにめちゃめちゃゆっくりだけど、何してんのあいつ、ナメプカ。いやほんのにスピードどんどん行けるよね。行けなかったか、俺が見えない上の方になんかまだあったのかな。あ2個あったか、なるほど、ね、2個あったら、ここ強いね、お前。うわ、マジか、これ強い。ま、そこ。これ攻めるわ、攻め、アップね、ラグでジャンプ効かない。嘘だろ、ちょっと、うわ、生まれ変わった。なんだこれ、ね、むしろ速くなってない、倍速になってない、1.5 倍速ぐらいになってる気がするんだけど、あぶね、よくいかなかった、よくいかなかった。くそ、残り20秒、どうだろう。ドカン入って、これ絶対足りねえんじゃねえ、足りないよね、これ。まあ、足りないは足りないで別にいいんだけど、まあ、レートも何も変わんないから、それでいいわ。あ、足りるな、足りるな。頑張るな、やめろ、足りるな、やん、なんか、いけんじゃねえ、おい、頑張れ、こ持つぞ、早く、いけな、いけな、タイムアップなれ、タイムアップ。イエーイ、僕の勝ち。ああ、え、今ゴール、ゴールし今待って、わかんないからダメ、わかんないからダメ。イットイージー、まあ、イージーはイージーだと思うんだよ、これ死なないと思うんだけれども、彼らがいるんですよ、彼らがいるんだよな。大丈夫、なんか謎の自信が、根拠のない自信がなぜかあるな。絶対追いつける気がする、大丈夫だよ。多分この先にすぐ、もう追いつくことはできないのか俺は。いや、何回いけー。インフィトレートボザースノータンク、クッパジニアは一体、なるほど、クッパジニアはすぐに倒せるものではないので、まあアイテムとかあったらそこら辺を摂取してから行きたい。そしてゴールがどこにあるかそこに把握してから行きたいんだけれども、あのスターがあったら話が変わってくるので、まあとりあえず最初は、まあ行く途中でいいんだけど、スターがあったら
そこだけ注意。スターがあったらちょっと立ち回りが若干変わってくるので、とりあえずこのハイヒール履けたのマジナイスで、トン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 、自分のためだけに道を作りましょう。あいつに任せるか、お願いします、お願いします、ありがとうね。で、とりあえず1番なんだけど、ここにクッパじゃないかったら、これだったらやだな、なんか1番に来たか、あーうん、まあ、一回ミスがなんかハイヒールのジャンプで、うわーマジか、多分この先にすぐゴールがあるから、多分もう金戻れなかったから、どうした、あーなるほど、じゃあね、じゃあね、じゃあね、ここでまさかみんな無視したら、そしたらなんかいろいろ変わってくるんだけど、どうしよっか。そうだね、ここは待つべき、待つべき、もしくは4人全員こっちに来たら、そうだね、戻っていいんだけど、そうだね、多分あいつは戦ってくれてると思うから、来たね、来たね。で、あっちのバネ自体だったら絶対奪えないから、どうしようか。上から攻めるべき、君上から来るね、ちょっとやめろ。すまんせ、いけ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 、マジでか。朝が明け、夜が明け、朝を漢字にしてて夜はひらがなっていうのが何か深そうですね。お願いします。いっちゃえ、もうこれでいっちゃえ、もう知らねえ、いっちゃ、いけ、マジでいけ。え、どっちだと思う？このまま行っちゃうか、もう俺で言えばもうそれ強引に行っちゃいいんだよ、これ勝ちなんだよ。 VSB ジェネロジェネロ、何やら対戦用コース、なるほど、分かりました。で、これ何なんだ、ん、これワンチャン押した方がいいのかな、ん、これど、なんださ、意味わかんねえ。避けろ1。とんでもないこと思いついた。一番最初に死んだんだ。みんな同じこと考えてる。誰？お前か。フォーディガーズ、フォーピッツ、ワンウィナー。ディガーってなん、ディガーって確かあれだっけ、モグラだっけ？確かなんかそんな気がする。ディガー確かモグラだった気がするので。なに、ピッツは果たして何なの、ちょっとこのラグのせいでちょっと入っちゃいそう。これ、でもこれ、誰か入ってるってことは、これ入らないになってるんか、ちょっと、でも一応ちょっと危ないから、一回ラグが収まって、これラグ収まんねえな、これダメだな。ダメだから、できるだけこのジャンプして、俺気づいた。俺、ずっと右押してるんだけど、全くキノピコが反応しない。やっと反応した。ここでちょっと、大ジャンプかましてるんだけど、これ小ジャンプになって、でも小ジャンプしてもさ、さすがにあれだな、一マス分は超えられると思うから、まあルイージのところに入るところはないで、何これ、もう話すことないんだけど、小ジャンプだけど、あ、結構大ジャンプできるな、お願いします。で、僕の名は赤、まあ青のために、右爪とか、いやでもいいや、あいつもなんか多分もうもう戦う気ないっしょ、あいつもこのラグだから多分戦う気ないと思うんで、あ、俺が、あ、みんな別れてから入るタイプ、なるほど、それそういうのいいね、そういうの一人欲しいと思ったら、何なんだこいつは、あ、なるほど、分かった、ピースイッチずっと押すタイプだ、きめえこいつ。なんであいつ青ギブアップした、いや、ギブアップはしてないよね、あ、なんでやり直したんだろう、あ、青に鉄槌を やりしたいけ、やっちまえ、マジで運んでくれ、ちょっと、ん、あいつ全然回復しないから、あ、回復しない、やっぱラグがもうとんでもないラグってことが、これでもうみんなは、もっと伝わったと思う。ちょっと、ルイージも行ったか、俺も行くべきか、でもちょっと、ワンチャンピース位置が切れて、なんか誰かが一番先に行ったらちょっと怖いから、でもほら見て、このラグ、ルイージ見てこれ、この顔ずっと、これあんま見ないでしょ、これ、ここで止まってんの。どんだけラグいいかが、助けてほしいの、俺なんだけど、ちょっともう始めたいんだよ。もう確かにそうか、青がもしかしたら正しいかもしれない。このラグの状況でやっても、ちゃんとしたフェアなプレイはできないから、ラグが収まるの待ちましょう。なんか、青もなんかもうこれどうすりゃいいのこれ。で、やり直すの関係ないから、やり直す前にさ、お前らの通信環境を疑ってくれ。何それ、青もなんか、待って、青が、いなくなったってことは、マリオがすぐにこっちに来れば、でもそっか、ルイージも死んでるし、そうだね、ピースイッチが切れる前に青が、ね、もう復活しちゃうからって、俺さ、いつまで話してんの？え、俺さ、もうないんだけど、もう絞り尽くした、もうないんだけど、おギブアップしてくれて、やっと始まった、誰がギブアップしたのか、あ、まあ、緑なんだ、ね、おめえ消えろよ、お前だと思った、すっげえ快適、すげえ快適だ、ちょ、なんだあいつ、多分、ピースイッチあれすぐなくなると思うから、まあ、なくなると思うんだよね、あれ、ピースイッチってあれ永遠に出てくるの、嘘でしょ、俺こんな待ってさ、まさか、タイムアップあと463秒、また俺話さなきゃいけないの、もうないんだけど、ディガーも調べたし、ピットも調べたんだけど、もうないんだけど、どうすればいい、お、マリオ、鉄椎、いや、行け、これさ、これ P スイッチだとさ、ずっと出るもんな、なんか何回かやったらなくなると思ってたんだけど、あ、マリオが言った、いや俺も行くべきか、ちょっと俺も行くべきかもし
ちょ、いけ、頑張れ。でも多分青を右に追いやったところで多分スタートが入れ直して無駄だと思うけど、それはちょっと黙っとこうか。なんか改良値にされてんじゃん。ちょっと頑張れ、行くか。俺もちょっと行こう。ちょっとまだ始まるそうにないからちょっと行くわ。青をなんとかして右に追いやってドッスン止めて、ちょ、おい頑張れマリオ。だ誰だっけ。あ、俺ピンクで、で青がゴミだから、ちょ、青をちょ、ごめん、いやいや、ごめん。ごめん。何に俺はもう頑張ってんだ。あいつ煽ったね。ちょっと許さないね。ちょっとピースイッチ、ね、これもうピースイッチ永遠に出てくる。ちょ、もうだるいってこいつ。マリオ頑張れ。時間たっぷりあるぞ。時間たっぷりある。何分喋ってんだ俺。もうかれこれ5分ぐらい喋ってる気がする。もう楽のせいで全然あれだからね。スタートが、で、ダメだ。もうマリメもさ、あれだ、マリメも完全にもう青の味方だもん。なんかピースイッチあれだもんね。なんか勝手になんか作動したもんね。回復したもんこいつ。ちょ、なんだお前。これ無理だよね。もうどうすりゃいいと思うこれ。待ってスタートからやり直したら、俺見て、二人しかいなくなったら残機のやつになるの。だから見て、残り5人しかいないんだから、スタートからやり直したら4人になっちゃうの。残機が少なくなっちゃうんだよ。だから、いや待って、違う。こいつを穴に5回落とせば、そこで始まるわけだ。ちょ待って。決めた。やるわ。いや、俺は残機4しかないけど、やった。なんだお前、俺と戦うのが楽しいか。俺もそうだ、楽しいよ。もうお前をぶっ潰せること、もう想像するだけでよだれが出る。お前もう潰してやるわ。来いよ。おい、逃げてばっかか、お前。気づいて、こいつ気づいてないね。俺と遊んでること楽しんでる。お前、残機の、あれ、これ、このマリメのこの機能知ってるやつあんまいないと、俺も最近、ちょっとでもこれむずいよな、絶対。入れ。しゃー！ あ、残り4つだね。これ、もう、頑張ろう、絶対、これ絶対勝つわ、ちょっと、おい！なんだこいつ、止まったけど、なんだこいつ。お？なんだお前、始める気か？いや、違う、待って。やっぱそうだよね。やっぱそうだよね。残り残機3個。俺勝つぞ。絶対勝つ。なんだよ、おい。お前、今になってちょっと、危機感出してんじゃねえ。ちょっと、来い、やりやろうぜ。なんでさっきまで俺、ありがとうとか、やったとか言ってたじゃねえか。おい、どうしたん、弱いんじゃないの。どうしたん、おい、どうしたんだよ。まさかこいつ、始める気か、今になって。うわ、こいつ待って、今になって始める気だこいつ。いや、ちょっと待って、一回ちょっと、ワンチャンこの残機のやつに気づいてないかもしれないから。今なんだこいつ、残り2か、おい、こいつぶっ潰してやるこいつ。死んでも負けねえ、もう、マリオ、あと、ルイージ、絶対勝つから見といて。うわっ、ここ。残り1だな、あと1回、残り156秒、大丈夫だ。絶対勝てる。おい、あずらーにゃーおま、ね、これ残機のことは多分ね、気づいてない。でも気づいてたら、もう多分スターとか言えないことしないと思うから。残り3個ね。大丈夫。残り3個ある。大丈夫です。勝てる。こいつ、あと1回、多分あと1回やれば終わりだから。ダメだね。ちょっと落ち着いてなかった。ごめんね。絶対勝つわ。なんだこいつ、ちょっと逃げる姿勢に回ってんな。弱っ、こいつ。おい、絶対勝つ。ここ。ここ。ちょっとダメだな、こいつ。調整覚えてる。空中で調整してるわ、こいつ。残り100秒。ここ。早くしてく。来た。待って。やり直せ。待って、こいつ、残機多分気づいてるかな、こいつ。始めよう。ね、残り8秒。で、一番勝つことは、ここでゴールすること、なんでもいい。ゴール、絶対ゴールするぞ。残り、
もう全神経集中するわ。残り73秒絶対か4つだな、多分このこのだな。勝って、それこそ完全に勝利。あの、マリオ、ルイージ、絶対、俺が晴らす。あのゴミ野郎は、ちゃんと、俺の動画で晒したし、もう完全勝利するわ。あの、残り61分、絶対いける。俺、このためにやってきた。もう、S プラスなんかどうでもいい。赤タイとかどうでもいい。このためだけに俺、あ、コインだよな。コインの方でいいんだよね。オッケー。右。ごめん。左。オッケー。勝ちたい。本当に勝ちたい。こっちにね、こっちにね、はい、ごめん。長いって、残り30秒。どうなの、なんなのこれ、何これ、なんか覚えてなきゃダメだった。次氷か、次氷、なんで次青か、次赤か、わかんねえ。なんか、なんか、なおー、残り20秒、いけ、やったー、おい、バーカー。もうマジで、もうずーっと話してて、もう声ガラガラで、もう俺ね、いろんなゲームやってきたの、もう、一番好き、一番推したい、シャー